to our Gladers! Welcome to Glade Version Extra Face of Access to Tokyo Dome City Hall in Colgreen Hall! We thank you for coming today and everyone watching all over the world on YouTube! Gladeバージョンエクストラフェイスオブアクセス2東京ドームシティホール後楽園ホール大会、本日の対戦カードを発表いたします。第1試合 G プロレスリング6人タッグマッチ60セカンズ VS ブラックジェネレーションインターナショナル20分一本勝負、鈴木小太郎エンペラトールアステカ and ユータニ VS シーバー王子佐藤圭一 and トンショジュン。第2試合 G プロレスリングタッグマッチ20分一本勝負、エル・リンダマン and T ホーク VS 田中実 and カズ・ハヤシ。第3試合 G プロレスリングタッグマッチ20分一本勝負、ライディ・ハガネ and 青木いつき VS細川ゆかり and うなぎさやか。第4試合 G プロレスリングシングルマッチ次期 G レックス挑戦者決定戦20分一本勝負、渡辺相馬 VS 井口哲也。第5試合 G プロレスリング8人タッグマッチバルクオーケストラ VSブラックジェネレーションインターナショナル20分一本勝負、エル・ベンティート、ハートリー・ジャクソン、フラミーター、石田海人 VS ガレノ・デルマル、クワイエット・ストーム、カズマ・坂本、川上隆一。第6試合セミファイナル G インフィニティチャンピオンシップ60分一本勝負、チャレンジャー斉藤潤 and 斉藤玲 VS 第2代チャンピオンチェック島谷 and 田村隼人。メインイベント JFUWF 初代王者決定トーナメント決勝戦シングルバト30分一本勝負、青木真也対伊藤貴則。以上全7試合でございます。 OK! Let's get started! それではこれより本日の第6試合セミファイナルにて行われます G インフィニティチャンピオンシップの調印式を行います。立ち会い人は吉野正人コミッショナーが務めます。それではチャレンジャーチーム斉藤潤斉藤玲、第2代チャンピオンチームチェック島谷田村隼人、両チームの入場です。それでは両チームご着席ください。まずはチャレンジャーチームより調印書へサインをお願いいたします。
続きましてチャンピオンチーム調印書へサインをお願いいたします。最後に立ち会い人吉野コミッショナー調印書にサインをお願いいたします。すべての調印が完了いたしました。これをもちまして本日の斉藤潤斉藤礼組対チェック島谷田村隼人組の試合はタイトルマッチとして正式に認定されました。続きまして各チーム代表選手タイトルマッチへの意気込みをお願いいたします。まずチャレンジャーチームお願いいたします。ぶっ潰してやるってよ。チャンピオンチームお願いいたします。いや本当ちょっとよく分かんないんだけど意気込みとか ないの？お前ら俺とチェックは本気でこの G インフィニティのベルトを高みに持っていくためにこの9ヶ月間で6回防衛していきたい。今日で7回目の防衛戦で見ての通りわけのわからない規制上げてる挑戦者に負けるわけにはいかないし、お前らみたいなでかいだけのグリーンボーイブラザーズにな、俺らは負けるわけにはいかないから、もう一回言うぞ、でかいだけの、おい聞いとけ、ただでかいだけのグリーンボーイに俺らは負けないし、この G インフィニティのベルトをもっともっと高みに持ってってみんなに無限大の可能性を見せてやるから楽しみにしといて。両チームありがとうございます。最後にフォトセッションを行いますのでテーブルの前へお願いいたします。本日の第6試合セミファイナル G インフィニティチャンピオンシップに皆様どうぞご期待ください。以上をもちまして調印式を終了いたします。選手退場。さあ、いよいよ始まろうとしております。グレートバージョンエクストラフェイスオフアクセス2東京ドームシティホールイン後楽園ホール大会、これからたっぷりとね全7試合皆様にお届けしようと思っております。本日の放送席の紹介です。
解説には G プロレスリングコミッショナーグレートチャンピオンベルト管理員の吉野正人さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてもう一方、グレートの最高戦略責任者シーマ選手です。ドゥーム、よろしくお願いします。影響されてますね。ちょっとブラザーズに、いや、今影響されてんじゃないですか。ちょっとそうですね、あの調印式で、あの調印書にサインをしてくださいっていう時に、あの規制を上げながらサインする人初めて見ましたね、はい。あれで調印されるのかと思いました、ね。いや本当にあの、まあでもあのチェックハヤトもそうですけど、斎藤ブラザーズも無限の可能性を持っていると思いますので、あのこの試合は楽しみです。そうですね、はい、あの身長差体重差をどう乗り越えていくのか楽しみです。そして吉野さん、はい、今日はね、はい、初代 UWF のね、そうですね、いよいよ決まりますね、決まりますよね、はい、名イベントにラインナップされています、はい。まあ、G プロレスリングとねリデット UWF の両輪で走る、はい、このグレート、どんなきらめき輝き、そしてこの後に待っている 7.1 東京ドームシティホール大会、どんな戦いが待っているのか非常に楽しみです。それでは本日の後楽園ホール大会、これから皆さんたっぷりと楽しんでください。まもなくゴングとなります。タイトルマッチも熱いですが、グレートユニット対決も激化しています。オープニングマッチは G プロレスリング6人タッグマッチ、60セカンズ VS ブラックジェネレーションインターナショナルとなります。まず入ってきたのは60セカンズの面々です。佐藤圭一、シーマ王子、トン・ショジュンのトリオ、60セカンズです。対するは BGI ブラックジェネレーションインターナショナル鈴木小太郎、そして優谷、エンペラドールアステカのトリオです。
ビッグルチャの現在世界王者、メキシコからやってきたアステカの皇帝エンペラドールアステカです。オープニングマッチ G プロレスリング6人タッグマッチ20分1本勝負になります。放送席吉野さん、そしてシーマ選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあもう吉野さん、はい、7.1、はい、東京ドームシティホールがもう目の前に迫ってまいりました、はい、そうですね、もう1ヶ月切りましたんでもう待ったなしですね、はい、勢いつけていきたいですよね。そうですね、まあ、今日の大会は、まあ、7.1 につなげるためにも、おお、始まっちゃいましたね。始まってしまいました。まさにその勢いを表すかのようなシティセカンズです。シーマ選手は今一歩リングからね距離を取ってグレートの戦いをご覧になってますが、どうですかこの若い世代の、しかもユニット対決。さあリング上入り乱れています。まずはこのベテランの鈴木小太郎を狙い定めるか、フェイスクラッシャー、そして佐藤圭一郎ストゥーカスプラッシュ。いやシーマ選手、はい、仕掛け早いですね。あ、マイクが戻りましたね、はいはい、すいません、あのやっぱり今シクスティセカンズはね、やっぱり BGI に翻弄されまくってますんで、はい、なかなか勝てない状況でいて、危機感持ってるんでね。確かにね、 BGI 勢いありますもん ね、 そうですね、やりたい放題やっています。おお、そこでジャックライフ、さらにそれを切り返していく、危ないぞ、おお、ニアホール。今のは吉野さんギリギリでしたね。ギリギリでしたね、もう入ったかと思いましたね、はいはい、そしてこの2人の戦い、佐藤圭一と鈴木小太郎はもう先輩後輩、はい、佐藤圭一はね鈴木小太郎に憧れてるんですよね。うん、でも今は BGI に染まってしまって、その思いも薄れてしまったかもしれません。さあそしてエンペラドールアステカが出てまいりました。ユータニとのルチャのダブル攻撃、ドラスティックです。ちょっと佐藤圭一が捕まっている。これ何をしてくるか分かりません。分からないですもんね、貼り付け状態で。おお、今きついですね、今のは。今下っ腹いきましたね。いきましたね、はい、これで終わりか。よく返しました。うん、だから両チーム仕掛け早いですね今日ね。ガン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 ね、様子は見ませんね。うーん、シーマ選手、はい、この次から次へと来襲するルチャドールたちのこのポテンシャルの高さ、目を見張りますね。ハングリー精神がすごいですね。なるほど、やっぱり日本に来て、特に、ね、この後楽園ホールというのは外国人選手たちにとってやっぱ日本のプロレスの聖地だというのがありますんでね、はい、本当になんとか目立ってやろう、インパクト残してやろうというのがひしひしと伝わってきますね。そんな中日本人選手たちも躍動していきます。おう、コーナーパット、おう、シーバーがすぐに動く、そして DDT を叩き込んでいきます。カバーに入る、これはユータニがカット、次にシーバーが出てくる。60セカンズも連携で上回っていきたい。これをユータニがかわして、しかしそれを止める、なんという目まぐるしい攻防、あっと危ない、ダイレクトに場外に落下。さあトンチが躍動する。今度の狙いはエンペラドールアステカ、ブートをかわす、トラスチック顔面捉えた、なんと吉野さん、まばたきする姿、はい、スルーキマスラー当たりませんね。村田さんがよくついていけてますね。必死ですよ、必死。下噛みそうになりました。村田さんはもうハイブリッドですね。いやすごいですね、何の解説でも実況でもいける。さあ再びの指定対決となります。佐藤圭一、鈴木小太郎、ダブルキック。小太郎選手はね、佐藤圭一選手に対してお前このままでいいのかというのを言ってますんでね、はい、やっぱり何かやっぱりこの2人の中でいろいろあるんでしょうね。全日本時代からのね長いつながりがあります。その2人が巡り巡ってこのグレートのリングでね再び会うというのもね、吉野さん、プロレスのドラマですよね。そうですね、運命ですね。はい、さあジャックナイフ、今度は佐藤圭一、おお、ニアホール。さっきのお返しとばかりにがっちり固めていきました。さあこの体勢決めに行くか、勝破、エルボーボディでした。この鈴木小太郎のエルボーは危険です。おー、あー、
ズームストーンパイルドライバーエクスカリバー、カウントは2。やっぱり小太郎選手はエルボーの使い方がすごく上手ですね。三沢光晴さんのねファイトスタイルを今受け継いでリング上で体現しています。おこのビッグルチャのチャンピオン、早い早い、エンペラーのお来ますか、来ますか、ユータニが狙っているぞ、ユータニが狙っている、おー、上野寺明、まだ行くな、まだありますよ、ありますよ、そして今度はエンペラドールアステカが、おお、高さがすごい、そしてリング上でタイガー、ドリーマー、雨が効いた一発、これは佐藤圭一快勝戦、素晴らしい、久しぶりにタイガードライバーっていうタイガードライバー見ましたね。いや、あんなためなかなかないですよね。いや、止めましたもん、ね、やっぱり見よう見まねのエルボーもそうですけど、見よう見まねの技じゃないですね、はい、タイガードライバー、学び、そして磨き、気づいてきた、重みがあります。あれは返せないですね。いやー、シーマ選手、はい、佐藤圭一選手、これ小太郎選手に追いつくのはまだまだね、大変そうですね。いやー、そうですね、しかもやっぱりね、BGI はアステカはおとつい来たばっかりですから、はい、やっぱりシクティは連携、あ、ちょっと待ってください、あれど、なんだ、お、鈴木小太郎が佐藤圭一をこれに切れたのはトンショとシーマです。これはちょっとシーマ選手意味深ですよね。まあ、やっぱりこの2人の中でやっぱいろいろあるんじゃない。選手はやはり自分のもとに佐藤圭一選手をちょっと連れ込みたいんでしょうかね。まあフリーですしね、いやでも吉野さん、そうなってくるとまたユニットの力関係というものがね、はい、そうですね、変わってきますよね、はい、まあここら辺はちょっと駆け引きでしょうか。どのユニットもこのグレートで一番になりたい、てっぺんを取りたいと思っています、その中でどう戦力を増強していくかというもの、大事な大事なプロセスです。ちょっと吉野さん、この後、小太郎選手と佐藤選手の関係性注目したいですね。そうですね、気になりますね、はい、うん、オープニングマッチ G プロレスリング6人タッグマッチはブラックジェネレーションインターナショナルの勝利でした。第2試合 G プロレスリングタッグマッチ20分一本勝負を行います。 The second match, the following contest is scheduled for 1-4 with 20 minute time limit G Pro Wrestling タッグマッチ。你看到我就怕头皮发麻，我的求生欲望就是那么直接了当，你切啊你过啊有我快，你就出发。第2試合、ショーンハーツ、今度はタッグマッチです。これは強力なタッグチーム、ストロングハーツからエル・リンダマン、そしてティー・ホーク、ストロングハーツ、グレート170パウンド、エル・リンダマン、スネイド185パウンド、第3代チームレッツチャンピオン、ティー・ホーク。現在グレートのシングルの頂点、 G プロのシングルの頂点、第3代 G レックスチャンピオン、 T ホークです。対するはベテランタッグチーム、田中みどる、カズ林組です。この田中みどる、カズ林にとっても、おー、いった、おー、狙いはチャンピオン。今日はみんなテンション高いな。早いですね、仕掛けがすごいですね。負けてられないぞ、はい、
しかもリング上にはストロングハーツの仲間 T ホークとエルリンダマンがいる。しかも吉野さん、はい、T ホークとエルリンダマンって現 G-Lex チャンピオンと初代 G-Lex チャンピオンのチームです。そうですね、王者コンビでしたからね、はいはい、これは強力チームですよ。まあでもね、確かにこのカードはですね、はい、カズ林、田中ミノル燃えますよね。いや燃えますよ、もう仕掛けてましたもんね、はい、最初からね。今まさに最前線トップランナーを行くエル・リンダマンとティーホークに対してこのベテランチームがガッと噛みついていきました。いやでもこれはね、ティーホークからしたら仕掛けてきてくれるっていうのはもう大好物ですからね。なるほど。しかもね、シーマ選手、今ティーホーク選手はチャンピオンになって、グレートの20代30代若い世代に葉っぱをかけてますもんね。これはもう逆説的に考えれば、もう僕も含めておっさんたちにもやっぱり刺激を与えてるんですよね。なるほど、そこに俺らは入ってないのかと、うん、確かにね、言われた方はカチンときますからね。吉野さん、やっぱりグレートに上がる以上は、はい、みんなチャンピオンベルトを狙ってきますからね。もうそれはもうプロレスラーである以上でしょう、はいはい、レスラーであるからにはもちろん目指すところはそこですからね。でこういった後楽園ホールという舞台でですね、はい、このカードが組まれたということはカズ林と田中ミノルは絶対狙ってますよね。いやもう燃えるに燃えてまる、燃えてますよ、はい、きっかけというものは、そして結果というものは自分の力で勝ち取る BK。 動きがみんないいな、はい、コンディション仕上げてまいりました。いやだがディオークブレイマスターリンダマン、この素早い連携、いや今日はもう目が離せないですね、はい、あちょっといいな、我々もね、はい、何か様子を見ている暇はなさそうですね。ないですね。とにかく選手のテンションが高い、高まっています。これでも場内のファンの皆さんもね、それにこうもう引っ張られるようにというか、うん、相乗効果、シナジー効果がすごいですね、うん、そしてね、今の状況ね、ファンの声援もリング上に届いてまいります、うん、この空気の中プロレスラーのテンションが上がりに上がっています。やっぱりこのね、一体感がいいですよね、はい、うん、やっぱ声援も戻ってきてね、なかなかね、やっぱ声援解禁直後っていうのはなんていうんですかね、その声の出し方みたいなのが忘れてるようなところもあったんですけど、やっぱ1ヶ月2ヶ月と経ってきたんで、はい、どん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 その以前のプロレスの熱が戻ってきましたね。プロレスラーたちもそうだそうだ、この空気だ、うん、この感覚だってのをね、はい、思い出しつつあるんじゃないですかね。ファンの皆さんもその戻るのが早いですよ ね、 やっぱりね、早いです、うん、ああ林対決なるほど、うん、おジョン・ウー、いやこれでもね、やっぱりちょっとストロングアーツだから手前ミスだから言うんじゃないですけど、リンダマンもティーホークもね、散髪したてですよ。なるほどということは今日の後楽園ホール、おお手間殺し、リング中央で決めていきました。これはきついか、きついか、カズ林返したが待っていたの、わわわパワーパワー、これがリンダマン、嫌がるカズ林、嫌がるカズ林、ロープを掴んでいく、あれを食らったらひとたまりもありませんでした。ケブラドーラコンヒーロ ー、すごい角度、今いいケブラドーラいやめちゃくちゃいい角度に入りました今、これ腰いかれましたね今ね、リンダマン、ちょっとジャーマンにね影響出るぐらいいいケブラドーラでした今の、うん、さあそしていい形でカズ林田中ミノルにつないでいきました。まだリンダマンは動きません。しかし田中ミノルはやはり G-Lex チャンピオン T ホークにかなり意識が強い模様。おお切れ味鋭いドロップキック、さすがさすがスペシャルマン、仕上がってますね。ミノルさんはね、やっぱりメラメラとね、なんですか、こう見える炎じゃなくて、こう青い炎でこうたぎってますね、すごく。赤い炎よりも実は高温だと言われている。もう触れるとえらいことになります。えらいことになります。おお。でもまたそういう炎もティーホークは大好物です。これは行きましたね。打ち合いです。お互いの気持ち確かめ合うような。火の出るような打ち合い、なかなか、おお、フェイントを使った、いやさすが熱くなってるようで、しっかりと戦況は冷静に見えています、ティーホークです。おーっと、まだ読んでましたね、今読んでましたね、読んでましたね、だがリンダマンも読んでいた、おお、一回転、なんという運動力、だが
スープレックス。そこにカズ林が入ってくる。なんで来た。ノンストップバトル。もうなりふり構ってないですね、カズ選手も。リンデマンが振り返す。ハンドスプリング。あ、捕まった。捕まえてティーホークに渡す。ジャー、これは効いた。カズ林来ますよ、来ますよ。そして来ますよ、エルリンデマン。着地、着地もバッチリ。あ、決めにいった。そして、あー、裏地獄からのジャーマンスープレックスホールド。ぶっこ抜き返した。カウントは2ならば必殺のティグレ、はい、おお、それを切り返す。まさかミドルスペシャル、ミドルスペシャル一瞬だ。はい、勝ったのは田中ミドル。取った。放送席のシーマ選手も呆然、頭を抱えます。ちょっとあれはかかりがはまりすぎて、ね、一瞬で伸びましたね、はいはい、もう反射的にタップをしてしまったというような。いやー、これはすごい展開になりましたね。これはベテランの位置見せましたね。してやったりの表情、カズ林、そして田中ミドル。いや、かっこよかった今のこれは認めざるを得ない、うん、いや、これ僕はね、シーラカーンズとしても応援してましたし、はい、ストロングハーツとしても応援してたんで、はい、かっこよかった。これはでもね、大きく動きますよ。いやー、びっくりしましたね、はい、もうまさに目が覚めるようなミノルスペシャルでしたね。20代30代ではない、うん、40代50代すべての選手たちが熱く熱くグレートしています。プロフェッショナル。第3試合 G プロレスリングタッグマッチ20分一本勝負を行います。The third match, the following contest is scheduled for 1-4 and a 20-minute timeout limit. G Pro Wrestling Women's Tag Match. ゆかり放送カワンエアウナギサヤカ。
さあ吉野さん、はい、この G プロの女子部なんですが、はい、宮城選手がグレートを去ってしまったことによっても細川選手が、そうですね、これも責任重大ですね。はい、もう実質所属は一人ですからね、はい、女子ね、はい、そこに現れたこの宇奈木さやかの存在がまた、はい、ちょっとしたスパイスになってますよ。うん、まあ、宇奈木選手がね、まあ、ここ、まあ、前回大阪でもね、はい、タッグ組んでますので、はい、まあ、引っ張るというかね、はい、はい、細川選手の復帰戦の、ね、相手でもありました、うん、宇奈木さやか。そしてこの相手の青木樹なんですが、 3.21 大阪大会でグレート初参戦です。そして今回このライディン鋼、でかいですね、強そうですね、厚みがね、はい、はい、あ、そして大島選手、これ細川がかなりやる気になってますね。そうですね、あの発狂いグレートを言ってますから、はい、この僕は初めて拝見するんですけど、ライディン鋼選手が一番発狂いしそうですね、発狂力はかなりありそうです。体重差もねかなりありますよね、倍ぐらいはあるんじゃない、はい、さあそれでも行かなくてはいけません。このね、ライディン選手もグレートに初参戦したということは、間違いなくここのリングでグレートしに来てるはずですから、はい、そのグレートさせるような何かを細川ゆかり、ライディン鋼に与えていかなくてはいけません。でもこれ一発一発の破壊力はちょっと違いますね。さあまずいことになった、ショルダータックル。まあでもね、この細川ガッツはあります。足りないものをこの気持ちでグレートしていきます。さあ上げて、いや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 、まずい、おー、かわした、あー、クロスボディもキャッチされてしまいます。ここ完成でした、はい、来るぞ来るぞ、これもアウト、避けきれなかったか、手は当たりました、はい、はい、カウントは2です。ちょっとシーマ選手、相手が強すぎますかね。なんていうんですかね、ちょっと一つ一つの動きを丁寧に、はい、細川さんを見て、ちょっと気持ちが前に行き過ぎてますかね、ちょっと焦ってるのか、はい、逆にこの初参戦のライディンの方がね、どっしり構えて落ち着いてますもんね。そうですね、今のところちょっと若さが出てしまってますね、はい、しかしね、パートナーの宇奈木さやかもね、そんな細川の戦いをしっかりと見ています。安易に達成に入ろうとはしません。さあこれはライディンを丸め込んだ、カウントは2、そしてウナギに、さあウナギが出てきた、まさか自分がこのタイミングでとちょっとびっくりしたような表情をしていましたが、さすがウナギさやか、百戦錬磨、しっかりとライディンに合わせていきます。さあここからレッグドロップ、カウントは2です。やっぱうなぎさんがね、こういう大柄の選手とやるときにどういう試合をするのかっていうのは少し興味ありますね。なるほど、うん、確かにこのライディン鋼、ね、持ち上げるのも一苦労です。あ、これは考えました、飛びついてのフロントネックロック、うん、これ寝かせてしまえば体格差というものは、足腰がやっぱ重いですね。ああ、まずい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 、すごい、とんでもないパワーですね、安定感が。返せるか、女子プロレスでね、ああいうタイプの引っこ抜きのブレンバスターというのはなかなか見る機会もないので、いやいやいや、貴重ですね、さあそして運命の戦いです。青木樹と宇奈木さやか、 3.21 大阪大会、そこは宇奈木とこの青木はタッグを組みました。宮城細川組には勝利してるんですが、バックステージで大喧嘩、仲間割れしてしまいました。うん、おお、相当今この2人仲悪いですよ。もう今このエルボーの打ち合いに出てますよ、ね、はい、音がすごいですよね。そうですね、鈍い音しますもんね。青木樹もやる気です。まだ
まだ足りないか。おお。それでもまだ行く。許さない。許さない。この僕も女子プロレスっていうのはね、本当に間近で見たことっていうのはあんまりなかったんですけど、当たりっていうのはある意味も男子以上にハードなところありますよね。そうですよね。そして感情のね、この押し出し方といいますかね、技の打撃の感情の乗り方も結構えげつないものがあります。さあここで細川ゆかり、そうですね、今うなぎ選手がねちょっと流れを作ってくれたんで、はい、細川選手もね一気に行きたいところですね。カウントは2。やっぱうなぎ選手は足手足が長いんで、今のね普通のブーツ一つでもやっぱ映えますね。さあ気持ちでカバーしていくか細川。何度も何度もドロップキックを打っていきます。カバーに入る。カウントは2。やはりこのタッグチームはうなぎ選手がいい形を作って、細川選手につないで、はい、そうですね、なんとか自分のホームリンググレートでグレートしてもらいたいという流れを作りたいところではありますが、これは見られていた。あお、蹴り上げましたね、はい、お尻。さらにおー、ダブルに体重乗ってますね、今のは。これは細川にはきつすぎる一発、おエンバスターホールド。やはり細川が相手になると青コーナーサイド、面白いように攻撃が決まっていきます。よく見てやっぱり隙を伺ってほしいですね。絶対突破感はあるはずなんで、やはりシーマ選手集中してね。そうですね、ダメージがある中も集中して勝機を見逃したくない。スリーパーホールド、うなぎが動く。この大きいライディーン鋼をうなぎさやかがカット、そして青木月に対して細川ゆかりがこのスリーパーホールド、腕を取って腕十字。ちょっとポジションが、そうですね、細川さんなんとか真ん中に戻して、戻していきますね。よしよし、今度は腕が冷め、そうこれはいいですね、さらにフックを強く深くしていきます。だが、これはロープに届いてしまいました。まあ青木月選手も日高一子選手、ショーンキャプチャー所属、こういったサブミッションの逃げ方というものも熟知しています。今度は綺麗に決まったクロスボディ。カウントは2。さあここは攻め時です。休まずこの勝機を生かしていきたい。よし、ノーザンライトスープレックスホールド。カーカウント2。垂直気味、垂直ノーザンライトでしたからね、はい、ダメージがあるんじゃない。いや結構効いてますよ、ちょっと青木月動きが止まったか。おー、どうも、そこにライディーン。やっぱホームランバッターがいますね、はい、一発逆転ホームランです、はい。さあ今度はリング上、先ほどとは立場が逆になってしまいました。あー、すごいラリアット。これは返せないか。よく返しました。カウント2。頑張れ。今ちょっとうなぎ選手が達成に入れない状況だが、青木が容赦なく、これは食らったら厳しいですよですね。動けないか、かわせないか。青木好き、フラッグスプラッシュ。これでカウント3。勝者青木一輝。いいとこまでは持っていったんですが、最後はこのライディーン鋼、青木月、自力の強さ、余裕を見せました。でも吉野さん、青木月が今ちょっとね、ほら腕を気にしてるじゃないですか、はい、傷跡を残したかもしれませんね。そうですね、あれは細川選手のサブミッションでね、はい、いい位置で決まってましたからね、はい、あそこで決めたかったですけどね、細川選手としては。そうですね、シーマ選手がね、やっぱりポジショニング、
もうちょっとリング中央だったら分かんなかったですよね。でも腕一式の後の、ね、腕固めは良かったんで、やっぱりそういう形で、ね、一歩ずつあの細川さんも試合経験を積んでいって、あのいろんな選手と当たっていって成長していってほしいですね。やっぱり仲が悪い。この2人の仲が悪い。おおおおお、何何何何何、あれあれ、これは宮城、宮城選手じゃないですか。宮城と青い、え、なんで、え、ちょっと意味がわからない。うなぎさやか、久しぶりだわ。おい、お前の大切な人を奪ってやったぜ。なあなあなあ、話聞けよ。おいおい、 7.1 TDC でこっちはもうあと2人用意してるからよ。お前らあと2人用意してこい。4対4でやってやろうじゃねえか。やっと、もう一方的に要求を叩きつけて、多分細川選手も宇野選手も状況がよく読み込めていないでしょう。うん、唐突でしたもんね。 4.12 後楽園ホールでグレート、おお、あら、あれ、もしかしてあと2人が速攻で、おい、真っ黒クロステリー、こんちゃん、なんで気持ちよくやってんだよ。おい、ちゃんと手で待て。急展開な、はいはい、心の準備も何もなかったようですね、うん、アカペラっていうのがいいですね。おっしゃ、いくぞ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 、コールケンホール発見おいグレイトハッキーはグレートですね。ハッキーはグレート、なんかよくわからないですけど、ものすごい説得力があります、ね、はい、うん、まあ耳に残りますね、はい、やりきったもん勝ちですよ、はい、もういわゆるあの言葉の意味はよくわからんがという、はい、あのタイプですよね、はい、とにかくすごい自信だと。さあこれで、7.1 の東京ドームシティホール大会でこの4選手が今乱入してきた宮城道子と青井X、ダブル X と戦うということになったんですね。4対4でね、はい、はい、っていう展開になりましたね。あと2人は誰なんですか。何なんでしょうね。連れてこいって言って、ま、今度お前らが連れてこいという立場になったんでね、うん、とにかくあれですよね、あのうなぎさんと細川さんと、ライディンさんと青木さんが発揮をするということが決まったんですね。決まったですね。それは間違いない、はい。第1試合 G プロレスリングシングルマッチ次期 G レックス挑戦者決定戦、20分1本勝負を行います。 The front match The Premier Contest is scheduled for 1-4 with a 20-minute title limit. G プロレスリング G レックス Next Challenger Deciding Match Introduce first 相馬渡辺、
さあ、Gプロレスリング次期 GNX 王座挑戦者決定戦、勝者が T フォークに挑戦が決まるこの運命の戦いです。まずは一人目、渡辺壮馬、そしてもう一人は60セカンズ井口哲也です。再び巡ってきた頂点への挑戦権を掴むための戦いです。ここで渡辺壮馬を下せば井口にとって昨年 7.1 東京ドームシティホール大会初代王者エル・インダマンに挑戦して以来2度目の挑戦権、それを掴むことができます。そして対する渡辺壮馬の方はこの戦いに勝てば初めて GX 王座に挑戦することになります。さあ吉野さん、はい、この2人の戦い、はい、勝者が挑戦者になります、はい、ついに、ね、この戦いも始まりましたけども、まあ、どっちがこのドームシティのメインに立つのかっていうね、そうですね、これは2人にとって本当に運命の一戦ですね。そうですね、個人的なものもありますし、はい、うん、やはりそのグレートとしての渡辺壮馬、うん、60セカンズとしての井口哲也、はい、個人とそしてユニットの存在感をかけた戦いでもあります、うん、そして椎間選手、はい、共に20代、24歳と23歳です、うん、まさに T ホーク選手が求めているこの世代の挑戦ですよね。いや、とにかくね、まあ、気持ちを見せてほしいですね。なるほど。おお。でもこの渡辺壮馬選手、なかなか結果というものは出ないんですが、うん、今ちょっと伸びてきて、おお、素晴らしい。着地100点ですね。はい、はい、しかもトップロープとセカンドロープの間を抜けるコンヒーローって、はい、とても難易度が高いと聞いています。そうですね、しかも着地までね、はい、完璧でしたね。仕上がってますね、うん、渡辺壮馬。さあ渡辺壮馬、なかなかこのタイトル挑戦、そしてその頂点に君臨するという最後の一手を積むことができずにいた渡辺壮馬ですが、まあ、やはり椎間選手、渡辺壮馬選手はですね、グレート、まあ、旗揚げメンバーですからね。そうですね、うん、やっぱりね、今はこの、これ何試合目で4試合目ですか、はい、やってますけど、やっぱこの試合が本当に東京ドームシティの、おちょっと待ってください、 T ホークがリングサイドに現れました。チャンピオンベルトを持ってこの戦いを見つめています。やっぱいずれはね、数年後にはドームシティのメインを取れるようなカードになってほしいし、そうならないとグレートに未来はないですから。なるほど、この2人がですね、うん、ただ次のドームシティの GX に挑戦できるのは2人ともいけないですからね、はい、この中のどちらか1人ですから、たった1人です。さあ渡辺壮馬、リデット UWF ルールでもその存在をメキメキと頭角を現しつつあります。リデット UWF 初代王者決定トーナメントは佐藤光に敗れ、先日エンペラードアステカのビクルチャのベルトにも挑戦しましたが、ベルトは取れませんでした。チャンスは巡ってきています。そのチャンスをものにしなくてはいけない。あー、だがこれは井口がうまく誘った。リングに戻ってくるところをブート、さっきのお返し、いや、びっくりした。下からの蹴り上げ、きつい。これ今20代の選手ね、使う選手多いですよね。そうですね、石田選手もね、使いますからね。やっぱ蹴り
を使う選手にはこれがやっぱり、しかもエプロンですからちょうどね水落ちから村板あたりがピンポイントに刺さります、はい、さあ今度は場外でもお構いなし、はい、蹴って蹴って蹴りまくる井筒哲也です。井筒ちゃんはね、なんていうんですかね、ちょっとサイコパスなところあるんですよね。なるほど。あんなに優しい顔してて、はい、涼しい顔しててものすごいハードな蹴りとか打ってくるんで、はい、二面性がすごいですよね、うん、でも今日はやっぱり感情もそれとともに出てるんで、はい、非常に甘いマスクをしてるんですけどもね、うん、少年のような顔をしてるんですが、やってくる繰り出す攻撃は非常にえげつないという井筒哲也です。やっぱり一番最初 のもう開始1分後ぐらいで放ってたローキックもそうなんですけど、はい、すごく的確ですよね、うん、なんかこう見てる限りなんか緊張は感じられないですよね。そうですね、うん、結構ねやっぱ心臓が強いみたいな。強いですよね。どちらかといえば相馬の方がその緊張も見えるし、その闘志も見えるしというか、うんうん、井筒ちゃんもやったらず感がやっぱ出てますね、うん、怖いもの知らず感と言いますかね、うん、もう突っ走ったらもう止まらないというそんなタイプが井筒哲也で、渡辺相馬選手の方は、まあ、なかなかねその弾けると言いますかね、はい、気持ちという部分でどっかリミッターがかかってしまうっていうのがかつて見えたんですけど、うん、最近そういうのも徐々にそうですね、なんかこう、まあ、掴みかけてるというかね、はい、うん、いいところまで来てますよね。この表情を見ても分かります。まだ一皮も二皮も三皮も向けるそんな未来待っていそうな気がします、渡辺相馬。さあチャンピオンのティーホークが見つめる中、 7.1 東京ドームシティホール、そのティーホークの目の前に立つことになるのは渡辺相馬か、それとも井筒哲也か。お膝を鋭角に喉に叩き込んで、さあ渡辺相馬得意の空中殺法、高さを使っていきます。飛んだ、高い、すごい高い、高くてそして刺さった、カウントは2。今も分度器で測ったらもうすごい角度じゃないですかでも吉野さん、これが渡辺相馬の強みですよね、はい、そうですね、やっぱりこの身体能力の素晴らしさっていうのはね、うん、あー待っていた、うまく入れ替えましたね、下で、うん、これは井筒が読んでましたね。いやシーマ選手、ミサイルキックが気持ちよく当たったもんだから、うん、ちょっとね調子に乗ったところを井筒狙われましたね。そうですね、危ないぞこれ、3局目これでも結構入ってんじゃないですか、はい、うん、しかもロープから遠い、これ井筒の体がロープサイドにあるので、これ渡辺相馬非常に逃げづらい、あーダメだダメだ、これ終わったか、足のフックもね、はい、井筒選手の足のフックもきっちり入ってるんで、これ渡辺相馬、うん、力がちょっと今のはラッキーだったかもしれません、うん、体の柔らかさでしょうね。いやでもスタミナはだいぶ取られたねこれ、うん、やはりリスクの高い空中殺法、落とし穴が待っていました。ここは井筒哲也にとっては大チャンスとなります。井筒もまた UWF トーナメント1回戦青木真也に肉薄するも敗れています。その後 5.21 大阪大会東所潤とのタッグで G インフィニティ王座に挑戦するもベルトは取れませんでした。悔しい思いが続いているこの井筒哲也、それをひっくり返すチャンスが今ここにあります。はい、あ徐々に渡辺相馬も復活してまいりました、うん、熱いですね。いや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 、そこまで行く、もっと打ってこいと、いやこれ効きますよ、これもらいすぎるとやばいですよ、うん、それでも渡辺相馬は行くのか。さあ井筒が来る、かわした、あ苦しい、長いくショルダー、するショルダータックル狙っている、
なんだ、おお、飛びついてのカナディアンデストロイヤー。これは井槌全く読めなかった。カウント2。今のは結構刺さりましたね、うん、でポジションが結構端っこの方だったんで、ちょっとマットの硬い方、マットの硬いところなんで、結構ね井槌選手効いたと思いますよ。さあ来るぞ。ちょっと動き止まりましたね、うん、ですね。まだ意識がボールを、相馬も効いてるかな。渡辺相馬を飛ばさないことには成功しました。ここ気持ちをねここで見せようし、お互い、うん、確かに新和選手ここ勝負どこかもしれませんね、うん、どっちもやっぱりね気持ちで譲ってほしくないですね。おお、そうそうそう、いったいった、張りまくる。このコーナーの攻防を制する方がより勝利に近づくことになりそうです。あーあー、熱い、あぶら、今の見えてなかったですからね。顔面ですよ、これは強烈、決まったか。おお、肩を上げる渡辺相馬。こっからですよ、こっから気持ちを出せばもっともっとファンの皆さん乗ってくるんで、出していく出していく。シクスティーセカンス、井槌哲也距離を取った、とどめを刺すか。おお、これを1回転バックを取っていく。じゃあ、おーい、おー、あれ返す、あれ返しますか。すごい高さ出ましたね、今ね。ビッグチャンス、ビッグチャンス、これはチャンスですよ、井槌選手。ここは行くしかないでしょう。渡辺総合はグロッキー状態、スピンブレイクを丸め込んだ。ゴー、カウント2。ちょっと慌てたか井槌。トラスティックから改めて、顔面ドロップキック。首がガクッと、うん、粘りを見せる。この粘りが渡辺相馬がここまで積み上げていったものの結果です。あ、ちょっと井槌の方が、井槌の方がもう体が言うことが聞かないか。おお、非常なる渡辺相馬の踏みつけですね。そしてなんだ、ファイヤ ー、そしてダメを押すか、ファイヤースプラッシュ。挑戦者は渡辺相馬です。相馬渡辺、この表情、ティーホーク、これは気持ちの乗ったファイヤーバードでしたね。完璧でしたね、完璧。いや確かにその前のあの背中というかもう肩甲骨あたりのあの、はい、踏みつけが良かった、はい、ちょっとシーマさんもね、吉野さんもあの踏みつけちょっとおって顔してましたもんね。ああいう技っていう技じゃないですもんね、はい、いやでもそういうのがいいんですよ、やっぱり。ああいう気持ちの出し方見せ方、渡辺相馬選手が、何か渡辺相馬に勝利への執念、他人を蹴落としても踏み捨てても自分が前に行くんだという、そういった気丈さというものが今の渡辺相馬には宿っています。そしてもちろんこの井槌哲也もあと一歩というところまで迫りましたが、さあここで、あ、今そうですね、コミッショナーの吉野さんがですね、まあ、挑戦者が決まったということでリングに行こうとしたんですが、ティーホークがそれを止めました。今メダルね、ちょっと私に行こうと思ったんですけど、はい、そうですよね、グレートは挑戦者の赤としてメダルをね、贈呈するのが、うん、はい、決まりとなってるんですが、それをティーホークが止めました、うん、どういうことなんでしょう。あ、ティーホークが渡すっていう、直接渡したいということでしょうね。そうですね、それだけ、まあ、認めたというか心に来るものがあったのかもしれません、うん、これでももうティーホーク今もう仕掛けに行ってますよ。あ、もうここからシーマ選手始まってますか。渡辺相馬が初めて掴むこのメダルです。相馬、
そして今控え室いる井槌、お前ら二人ともすげえ試合だった。俺はこいつらのこんな目が見たかった。こんな戦いが見たかった。俺は素直に嬉しいよ、相馬。これで来月7月1日東京ドームシティオール大会の対角線に立つのは渡辺相馬、お前に決まったな、おい。ただお前もお客さんも分かってる通り、東京ドームシティオール大会のタイトルマッチは今までとは訳が違えぞ、渡辺相馬。分かってんのか、おい。いいか、チャンピオンとして引き上げんのも俺の仕事だけどな、それ以上に突き放すのも俺のチャンピオンとしての仕事だからよ、おい。7月1日東京ドームシティオール大会、渡辺相馬、楽しみにしてるぞ。今日勝ったのは俺、そして次期 G-REX のチャレンジャーはこの俺、渡辺相馬。俺はその G-REX に挑戦するのがゴールじゃない。お前からその G-REX のベルトを取るためにこのグレートのリングにいんだよ。7月1日 TDC ホールで最強の渡辺相馬でお前を倒す。いやー、相馬選手、リーホークも熱いですが、相馬選手も熱いですね。そうですね、もっとね、でももっとティーホークのことをね、せっかく今これだけの試合して勝った勢いがあるんで、もうケチョンケチョンに言ってほしかったですね。お前がこのリングにいるのが気に食わんのだと、なんでお前みたいなやつが G-REX のベルト持ってんだと、もっともっと言ってほしかったですね。なるほど、そういった戦いを、いわゆる駆け引きをもっともっとしてもよかったと。そうですね、多分 T-Hawk はそこを仕掛けに行ってたんじゃないかなと、なるほど、思いますね。吉野さんはどう見ましたか。そうですね、まあ、今シーマ選手が言ったようにね、ちょっと渡辺相馬選手のこう優等生な部分が出ちゃったかなっていうところだったんで、まだまだ悪が足りないというところでしょうか。いやでもなかなか、まあ、でもね、それぐらいじゃないとやっぱベルトって取れないですからね。そうなんですね、うん、いやでも本番が楽しみ、うん、楽しみです。第5試合 G プロレスリング8人タッグマッチ、バルクオーケストラ VS ブラックジェネレーションインターナショナル、20分一本勝負を行います。 The pivot match, the following contest is scheduled for 1-4-20 minute time of the match G Pro 1さあ、噂のガチムチ集団バルクオーケストラの登場です。一気にこの後楽園ホール内の緊密度が上がりました。川上隆一、カズマ坂本、クワイエットストーム、そしてガレノ・デルバルです。カズマ坂220パウン、川上隆一。From US 240パウン、クワイエットストーム。And from Mexico 350パウン、IWLG インターコンチネンタルヘビー級チャンピオン、ガレノ・デルマル。
対するは石田海人率いるブラックジェネレーションインターナショナルです。石田海人、グラミー、そしてエル・ベティード、ハートリー・ジャクソン、アコーナーブラックジェネレーションインターナショナル175パウンド、岸田海人、プロフェイト125パウンド、グラミーカー、プロフェイト220パウンド、エル・ベティード、まだコールの途中ですが始まってしまいました。8人タッグマッチ、20分一本勝負、バルクオーケストラ VS BGI です。これはなんか大きい選手が多いですね。いや危険ですよね、みんな血の気が多いですから。これリング入ったらもう狭く感じますよね。そうですね、8人タッグマッチというかもうほぼバトルロイヤルのような戦いになるんじゃないでしょうか、ね、本当に。いやでもこのメンツが揃っててね、面白くならないわけがないです。いやそうですね、しかもですね 5.6 新宿大会ではこのバルクと BGI は 5対5の時間制エリミネーションマッチをやっていて、その時はバルクが勝っているんでちょっと BGI ね気が立ってると思うんですよ、果てしなく続くこのグレートでの軍団構想。しかもちょっときな臭いのがですね、シーマ選手、はい、BGI の方はこれセコンドに鈴木小太郎、そしてアステカ、エンペラドールアステカ、ユータニがねフルメンバーで来てるんですよね、はい、勢ぞろいしましたね、はい、これ場外戦になった時には非常に危険です。この2人めちゃめちゃこれシーマ選手2人ともルチャドールですよね、こんなでかいルチャ合戦なかなか見ないです、特にこのガレノデルマルのでかいだけではなくて重さ、太さ、やっぱあと血筋ですよね。おーおーおーおお、折り方が、うん、さらにバックを取ってスピード回るぞ、だがここでカサドーラー、ね、さらにひっくり返して、さあエルベンティードセカンドロープ、おお、トルニージョアタック、さらにまだ攻撃が続く、アームホイップ、あただガレノデルマもアームホイップ、足を払っていく、カバーに入る、今度はベンディートカバーに入る、ゴブとゴブ、ルチャとルチャです。あ、まあ、これ190超えてますよね、2人とも。超えてますね、170センチ台の攻防でしたよいやさすが知事、スーパーヘビー級のルチャリブレにしまいました、ね、これも楽しみ。さあそしてクワイエットストーム、 BGI の相手はフラミータです。これもね素晴らしい、おーやったやったやった、早いなやったね、おーかっこいい、これ今見てる人、あ、早送りしちゃったかなと思ってるじゃないですかね、再生速度がもう2倍ぐらいになってました、はい、かっこいい、うん、おーだがここに水を差していくカズマ坂本、バルクが動いた、あーフラミータを捕まえて川上、ストーム、ガレノ、カズマ、さらにフットストンプ、先頭ボディープレス、そして一番やばいのが、一番やばいのが来ました、ダメダメダメ、あ、いやもっとダメもっとダメもっとダメ、ぺっちゃんこです、フラミータがぺっちゃんこです。バルクはね、なんだかんだであのコンビネーション大丈夫そうですね、はい、うん、ちょっと心配でしたけど、そうですね、やっぱりこれがバルクオーケストラです、はい、まあ、川上選手もね見事に4月に復帰しました、うん、ここから巻き返しです。フラミータがたまたまじゃないですか、いやーほんと、おー、それでもこの動き見せますからね、おお、さすがです、早い、あ、でもちょっと、うん、聞いてるか、さすがにボディは窒息です、うん、いやでもフラミータは本当にね、分かる人は分かると思うんですけどね、令和のスペルアストロですよ、なるほど、この体型でね、はい、このスピード、そしてポンポン飛んで無重力のように飛んでいきます、
確かにシーマ選手のおっしゃる通り、ルチャドールの中にはあのスペルアストロの系譜を含めついてるルチャドールやっぱ必ずいますよね。そうですね。でもまた吉野とはまた違う感じ の、 そのスピードの出し方というか、うん、そうですね、 あれはもう天性のもんというか、うん、飛んだ時のあの浮遊感というですね、本当に不思議ですよね。さあ石田海人対カズマ坂本、この2人も楽しみですね。さあ一気にフルスロットル、これは読んでいた石田。さあこちらもスピード感満点です。投げ込んだ、カウント2。でも石田があのこの位置で試合をしてるのは多分僕初めて見るかもわからないですね。確かに基本的にセミメインが多かったです。そうですね、タイトル持ってましたからね、うん、グレートに乗り込んできたからね、常にねこのグレートの中心にいました。全 G-REX チャンピオンです。今のいいの入りました、顎入りました、うん。さあ石田がスピードを上げる、ニーアッパー、ダブルチョップ、このカズマ坂本の安定度、そしてすっかり火がつきました川上隆一。サンドイッチ、そしてバルクが動く、いいですねこのバルクのあうんの呼吸、数的有利な状況をうまく作っていきます。これ石田海人が捕まるというのは BGI にとっては嫌な展開でしょう。まあやっぱりね、ちょっとここで連携に乱れが出た、そこにエル・ベンディート、リーダーだけ捕まってましたね、ね、だがめげないめげない川上隆一とカズマ坂本、このでかいハートリー・ジャクソン、ジャクソンやっぱ出どころ分かってます ね、 ね、いいとこで出てきますね。来るぞ来るぞ、すごい、クワイエットストームが打ち越しました。さあ再びフラミート対クワイエットストーム、ベンディートが行く、おお、コンビネーションが予測不能、面白いな、何をやってくるか全くその先が分かりません。そしてフラミート、そしてこのでかいでかいエル・ベンディートが行ってしまうのか、ベンディート、わー、おかしい、もっとおかしいのが来た、わあ、ダメだこりゃ、これはこれはまずいことになりましたね。これ後楽園ホールの床抜けるんじゃないですかね、床やばいっすよこれ。後楽園大爆発、来るのか来るのか、ガレノー、ああお客さん大丈夫、お客さんケパソケパソ、めちゃくちゃですね、ガレノ出るまでは飛んじゃダメですよ、敵も味方もぺっちゃんこです。もう走行してるうちに、はい、リング上、お、石田海人が息を吹き返している、さすが BGI のリーダー、カズマが捕まった、ハーフタイガーの体勢だが投げさせない、そんでくる、おお、フラッシュマンズタイムストッパー、そこに川上、おお、アッパーカット、これは痛い、いやいやいや、ダメ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 、おお、丸め込んだ、ガーやってしまった、やっちゃいました、恐れてたことがですね、はい、連携の乱れ、そして絆のほころびというものがバルコオーケストラに出てしまいました。でも何か石田海人の方がそういったそのバルクの不安要素をうまく誘った感がありますね、うん、引き寄せたような感じですね、いやでもね、ノンストップでしたね本当に、
8人もこのどでかいレスラーたちがひしめき合う中で本当にノンストップで彼らは戦い抜きました。さあちょっとこれは心配です。ちょっと収まってないですね。おい、マルク、お前らいい感じに燃えてるやんけ。おい、おい、マルクオーケストラ、ああリーダーの川上隆一、お前が復帰してから、おい、バルクの連携もうまくいかず、おい、さっき起こった通り誤爆も増えてきてるみたいやんけ。お前、こら今日に関してはお前の誤爆からカズマがスリー取られてんぞ。お前らそんな状況でチーム大丈夫か、こら。おい、お前らだけちゃうぞ、マルク。マルクオーケストラ、お前らといざこざある。シックスティーセカンズもそうじゃ。おい、シックスティーセカンズ、お前らにも話してあるから出てこい、こら。早いな、おい、出てくんの早いな、おい。お前らから話してあるかぐらい早くくんの、ほら。おい、俺ら BGI が結成されるまではお前らバルクオーケストラがこのリングででかい顔してたみたいやけど、おい、リーダーの川上が復帰してからどうや、この状況。シークシンセカンズ、お前らもやぞ。せっかく俺がエンペラオブメキシコから呼んでんのによ、おい、あ、今日の試合5分ぐらいで負けたみたいやんけ。おい、お前ら、そんなんで大丈夫か、これ。お前らみたいな、おい、そんなしょうもないニット、このリングに2つもいらんねん、これ。お前ら2つ、どっちか1つ、このリングから消えさせてもいいねんぞ、これ。おい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 、お前、石田君、おい、メキシカンいっぱいいると、おい、やけに、おい、頭でっかちになってんじゃねえのか、この野郎。おいおいおい、確かに、おい、お前の言った通り今日も負けちまった。だから、おいおい、こんな5分そこらで負けた、おい、シックスティーのもやしと一緒にするんじゃねえ。おい、お前らよ、おい、シックスティーセカンズのお前 T シャツ着てるやついるか、いるか、おい、いるか、おい、応援されてるか、おい、おい、人気出てるか、おい、何やってんだ、お前ら、おい、おい、待て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 、おい、少し負け込んだぐらいでぐらついてるバルクに言われたくねえんだ、この野郎。おい、おい、そもそもリーダー名乗っといて自分たちのチームまとめきれてねえじゃねえか、おい、おい、おい、それにお前らの結束力なんてな、もやし以下なんだ、この野郎。おい、そんなんでユニットって呼んでいいのか、この野郎。おい、あ、待て待て待て、こら、待て待て、こら、待てー、おら、お前らみたいな、内容も残してない、おい、しょうもないユニットが普通にそうやって揉めてても、おもろいのお前らだけやねん。ここに来てる誰もおもんないねん、こら。お前らみたいなユニットが揉めるんやったらな、おい、それなりにお前らリスクかけて試合しろ。リスク取ってチームの解散かけて試合しろ、こら。お前うるせえんだよ、勝手なこと言ってんじゃねえ、この野郎。おい、待て待て、俺の説明聞こら。おい、お前らバルク、お前じゃ、お前が帰ってきてからや、あ、俺ら BGI に勝ってないどころか、知ってるか、他団体出ても普通に負けて帰ってくるチーム、それがバルクオーケストラや。おい、それにや、シックスセカンズ、お前らに関しては、あ、誰かが帰ってきたとかどうかじゃない、
できてから6に試合でも勝てず、今日に関してはおいリーダーの井口がおい相馬みたいなやつにシングルで負けたんやろ。おい、なんやそれ、こらお前らみたいなしょうもないニット解散かけて試合せな、誰もスリリングならへんぞ。こらお前うるせえんだよ。お前らが実績出してないのは事実や。実績も出してないユニットが当たり前のように当たり前の顔して上がれるリングがこのグレートのリングだからちゃうな。いや、あの、まとめられるならぜひとも。あ、もういても立ってもいられなくて、吉野正人コミッショナーが今リングに向かいました。もうここを収集捨てるにはコミッショナー、コミッショナーよろしくお願いします。これまとまりつかんね、これ、はい。おい、待て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 、おい、リング上が盛り上がってきたから解説席から出てきてもうたぞ、おい。おい石田、関係のないお前が解散マッチを決める権利はないんや。確かにそう、確かにそうです。ごもっとも、まずそこですね。でもな、リング上の揉め事は大歓迎や。おうおう、大歓迎や。おい、バルクオーケストラもシックスティーセカンズもお互いをユニットとして認めてないってことやな。認めてないねんな。おい、認めてないんやったらリング上で決着つけるしかないやろ。なんやったら今ここでお前らの解散マッチ決定してもいいんやぞ。攻めますね、コミッショナー。教育、解散マッチってただことではないですよ。でもこれ石田仕掛けるだけ仕掛けて白振りしてますから、はい、そうですね。あの煽るだけは上等だー。わあ、認めちゃった。もともとお前存在価値も存在意義もない。お前ら、おい、この際絶好のチャンスだ。おい、お前らまとめてユニットかけて俺らがポキーだー。大丈夫ですかね。カズマ、カズマストーマ、はい、あんまり納得いってないです、うん、そんな、あの、大切なユニットのね存続を兼ねた戦いをもうちょっと考えた方がいいんじゃないですかね。即答してる場合じゃないですね、これも収まりが近いの、はい。なんか、あの、コミッショナーは、おい、待て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 、おい待て、お前らもっと揉めていいぞ。コミッショナー、コミッショナー、あの、ま、これ、島選手、余計ややこしいことになりましたね。おい、いいね、いいね、揉めろ揉めろ揉めろ、おい。誰かがこうまとめないといけないですよ、ええ、コミッショナー以上にまとめる人いるんですか。いや、吉野もこれ煽ってる場合じゃないですよ。完全に煽ってますよね。オッケー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 、いいぞいいぞいいぞ、おい、いいよ。ちょっと待てちょっと待て、なんやお前ら、解散マッチって聞いた途端おじけづいてんのか、おい。ビビってんのか、おいおい。ユニット構想は、これでもユニット構想はバルクはまとめきれない。強ければ勝てる、結束力があれば勝てる、グレートすれば勝てる、要は勝てばいいんや、おい。バルクオーケストラとシックスティーセカンズ、お前らが完全決着をつける最高の舞台を用意したろ。7月1日東京ドームシティホールでバルクオーケストラとシックスティーセカンズユニット解散マッチ決定や。え、これはもう言い切ってしまいましたからね。おい、寄ってやろうじゃねえか、この野郎。おい、おい、
結束力がない。バルコ、俺たちが解散に追い込んでこのリングゲームチェンジさせてみせるぞ、この野郎。ゲームチェンジ、なめたこと言ってんじゃねえよバカ野郎。おいリーダー、今日やられた誰の含めたこの4人で行ってやろうじゃねえかな。ダメだ。メンバーはこの俺が決める。なぜなら、このバルコケスロは俺が作ったユニットだからだ。おい71ユニット、おいメンバーはこのリーダーが決めるぞ。また揉めそうなことを。自分で何言ってるか分かってるんですか。だが、なんか知らんけど解散待ち決まったみたいやな。おい、まさか今日解散待ち言ってこんなトントン拍子に決まると俺も思ってないよ。おい、まあええわ。これで4月1日 TDC ホールがさらに楽しくなってきたな。おい、さあということで、吉野コミッショナーが火に油を注いできたようにしか見えなかったんですが、あれで良かったでしょうか。まとめたつもりだったんですけどね、はい。電撃決定です。 7.1 東京ドームシティホール大会で60セカンドとバルコオーケストラ、負けたら解散マッチ、電撃決定。これは BGI の石田海人もしてやったりの表情。大きく大きくグレートのユニット構想劇が、大きな動きが生まれてしまいました。どうなってしまうんでしょうか。それではスクリーンにご注目ください。ということで、もう言われなくてもグレートしちゃいますよ、あれは。いや、メンバーが素晴らしいですね。すごいですね。まさにビッグマッチにふさわしいメンバー勢ぞろい。攻め攻めのグレートですね。はい、はい、いややっぱりね、今もバンディードもコマンデルもノリに乗ってますしね。いや、売れっ子ですよ。世界舞台で活躍しますし、でやっぱりこの周年大会に全日本から宮原選手が来てくれるということで、もうこれだけでも華やかな大会になることはもう確定ですね。そうですね、うん、UWF 今日初代チャンピオンが決まる
UWF のタイトルマッチもあって GLEX もあって G フィニティもあって、うん、今吉野コミッショナーが決めた解散マッチもあって、はい、解散マッチ決定です。女子もねいろいろ動いてますし、はい、ぜひリデット UWF はもう今日決まっても次も初防衛戦になりますよね、うん、ねね、まだチャンピオンも決まってないんですが そのチャンピオンがですね初代チャンピオンがこの後いよいよ決まろうとしております、うん、さあこの後グレート後楽園ホール大会セミファイナル名イベント G インフィニティタッグ選手権試合と初代 UWF のチャンピオンが決まる名イベントになっております。それでは試合再開までしばらくお待ちください。
strong hearts. I like God! グレート旗揚げ以来史上最高にして最大の挑戦発表なんでしょうか。コーラゲームグレートしてますか。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 シマです。まあ、今のマイクを一瞬もう30秒ぐらいかな聞いてもらったら分かると思いますけど、そんじょそこらのマイクじゃないですよ。シーマのマイクは、まあ、まずね、今お前何偉そうに話してんだ、試合もせえへんのかということもあるかも分かりませんけど、私自身の状況を説明しますと、3月の21日に、右肩の方を脱臼しまして、まだリハビリ中で、当分ね、うん、そうですね、今トレーニングリハビリやってるところなんですけど、まだ腕立て伏せが1回もできないというぐらいの状況なんで、皆さんも脱臼気をつけてくださいよ。僕最初脱臼した時はすっごい痛かったんですけど、1、2ヶ月でなんかいけるんじゃないかなみたいな感じだったんですけど、まだ汗かいた状態でシャツ脱ぐのがしんどい感じなんでね、まあでも皆さんが噂話、世間話してる間にシーマは殺人的な超回復でこのリングに帰ってくることは約束しますので、で、まあ、あのスクリーンにもあるようにグレート旗揚げ以来史上最高かつ最大のお知らせとありますけど、わざわざグレートリレットの鈴木社長が VTR に出すだけではなく、シーマの口から直接皆さんに伝えてくれということだったんで、このシーマのマイクとスクリーンと両方使って皆さんに反応をしていただきたいと思います。まずは皆さん、スクリーンをよく見てください。国行きたいか、行くぞ。グレート3年目の大冒険、みんなはいろいろ学校で悩みがあったり、職場で
頑張って働いたりしてるかもわからん。でも我々グレートのプロレスラーはここグレートのリングで非現実的なものを見せるのが我々の仕事であり生きがいや。皆さんは決まった道筋一本のレールを動いてる、そこをまっすぐ歩いてる人間と、はちゃめちゃでもいい、むちゃくちゃでもいい、大冒険して歩いてる人間と、どっちの人間が魅力を感じますか？グレイトは時にはむちゃくちゃであり、頭のネジが10本20本ぶっ飛んでてもいい。7月1日東京ドームシティホール、そして8月4日グレート初進出両国国技館、我々グレートのレスラー、社員、スタッフ、そしてあなたたちみんなグレートを応援してくれているグレーターの全員で両国に行こうやないか。賛否両論なんぼでも来い、全部俺の責任や。グレートで不満があるんやったら俺に全部言ってこい。でもな、グレートの選手たちは死ぬ気でサバイバルして人生かけてこのリングで生き抜いてるんや。まあ試合のできない俺が言うのもなんやけど、文句があるんやったら何でも俺に言ってこい。意地でも張ってでも俺たちは両国にたどり着くから、みんな一緒に7月1日8月4日グレートしてくれるか。世界中で一番尖って、一番面白くて、一番刺激的なプロレスは俺たちグレートが見せる。この後セミファイナル G インフィニティタグタイトル、そしてメインイベントリレット UWF 初代チャンピオン決定戦あるから、7月1日東京ドームシティホール、8月4日両国国技館、これだけじゃないぞ、今日今から始まる2つの試合、みんな心の底から叫んでグレートを感じ取って、全員で気持ちよく今日の大会を終えて家帰って美味しいビール飲もうじゃないですか。まあ酒の飲まない私が言うのもなんですけど、残り2回全員で思い切りグレートしてくれるか。よし、インフィニティリレット UWF 思い切り選手、ファンの皆さん全員 YouTube もグレートしようぜ。さあ今たった今クリーンとシーマ選手の口から衝撃の発表、8月4日グレイト初進出両国小売館大会、まだまだグレイトはグレイトしていきます。皆さんぜひともこのグレイトのはちゃめちゃなグレイトっぷりご期待ください。試合セミファイナル G インフィニティチャンピオンシップ60分一本勝負を行います。はじめにチャレンジャーチーム斉藤純、斉藤玲、
ンチームチェック島谷田村隼人両選手の入場です。昨年2022年9月に G-Infinity チャンピオンとなったバルクオーケストラの田村隼人とチェック島谷、グレイトのタンクの象徴として防衛を重ねに重ね6度の防衛に成功、名実ともにまさにグレイトの最強タッグチームとなりました。さあ7度目の防衛戦、相手はあの斉藤ブラザーズ、体格的に上回る巨漢2人に対してチャンピオンチームどう戦い、そしてどうベルトを守ろうというのでしょうか。3月の全日本プロレスでの後楽園ホール大会、田村隼人そしてカズマ坂本チェック島谷のトリオでテッチに乗り込み、ブードゥーマーダーズの諏訪間斉藤ブラザーズと激突しましたが、その時はチェック島谷が敗れています。全日本で味わった屈辱をこのホームのグレートで返さなければいけません。さあ一度チャンピオンチームベルトが G プロレスリングコミッショナーグレートチャンピオンベルト管理員の吉野正人さんに返還されます。約9ヶ月にわたって守り続けてきたこのベルト、敗れればベルトを手放すのみならず他団体全日本プロレスへとベルトが流出してしまいます。チャンピオンチームバルクオーケストラ、先ほどちょっとリング上では揉めていましたが、これは一丸となってセコンド川上隆一もガルノデルマルもクワイエットストーンもカズマ坂本もセコンドについています。このやっぱチェックハヤトに関してはね、全く問題ないですから、チーム力にね絆に問題はないでしょうからね。193センチ116キロ斉藤仁、斉藤仁、そして192センチ138キロ斉藤玲です。カタボーナー第2代 G インフィニティチャンピオンチームバルクオーケストラグレート170パオチェック島谷、そして157センチ70キロの千島谷、グレート230パウンド田村隼人、178センチ103キロ田村隼人です。さあ G プロレスリング G インフィニティ選手権試合60分一本勝負の始まりです。さあ今リング上でですね、吉野正人さんコミッショナーとしてこの2チームの間に立ったわけですが、はい、雰囲気どうでしたか。サイドからの両圧力がすごかったですね。ですよね、はい、見ていても分かりました。特にこの挑戦者の斉藤ブラザーズのもうデカさの圧力半端ないですね、はい、まあ、横立って分かりましたね。さあ始まりました。先発はチャンピオンチームチェック島谷、チャレンジャーチームは斉藤仁です。シーマ選手、はい、この体格差どうしましょうかね。いやでもね、
この斎藤ブラザーズに関してはまだ多分キャリアはすごく浅いと思うんですよね、はい、ただやっぱりもうその、まあ、でかいは正義じゃないですけ ど、 なるほど、彼らはでかいプラスやっぱ顔つき風貌がいいんですよね。おっと危ない。おそしてこういうね狡猾さ、今のダーティーさも持っています。まあ、全日本プロレスではブードゥーマーダー、そして悪の限りを尽くしています斎藤ブラザーズです。さあ背中叩いただけでも、はい、大変な衝撃ですよ。もみじどこじゃなくて楓がね変えましたねそうですね。さあだがでもね吉野さん、はい、チャンピオンチームもその圧倒的な体格差というものは分かっていてね、タイトルマッチに臨んでますから。おお素晴らしい機動力ですね。やはり機動力そうですね、今のようにこう予期せぬね攻撃というか、はい、うん、とにかく翻弄していきたい。だから捕まると多分まずいことになると思うんで、はい、捕まりたくないですよね。動き回るしかないですね、はい、さあ田村隼人プランチャー、筋肉の塊が降ってまいりました。はい、ダメ押しがありましたね。今のがいい、うん、今のがいいですか。ああいうのが結構効いたりしますからね。いやでもやっぱりここはもうスピードで行くしかない。さすがに隼人君でもパワーではちょっと分が悪いと思いますよ。がっちり組み合うのはね、うん、やっぱ避けていきたいでしょうね。でも瞬発系のパワーなら僕は多分4人の中で隼人君一番だと思いますね、瞬発ではね。さすがにグレートの中ではここまででかいのはもうガレのデルマルよりもでかいですからね。もう今日はだからすごいですよね、サイトブラザーズがいてガレノがいて、ハートリー・ジャクソンがいて、はい、ベンディートがいて、ベンディートがいて、うん、190クラスがゴロゴロ、はい、身長もみんなグレートしてます。まだだ。さあ変わる変わるスピードボディープレス、そのまとびモンサルト、いいリズムを刻めていますバルクオーケストラ。いやいいですね、表情もいい気持ちもいい、うん、このチェックアウトはねやっぱり試合を重ねるごとにすごくなんてブラッシュアップされてきてますね、はい、うん、同じ動きでも1回目2回目3回目より10回目20回目というので全然違いますからね。それがこの9ヶ月間にわたるベルト保持6度の防衛につながってるわけですよね。長い6度ですか、はい、あ、やっぱりパワーファイターのプライドがあるんでしょうか。これ吉野さんやっぱ上げたくなるんですかね。おどうしてもやっぱり投げたいっていう気持ちはねやっぱり選手としては分かりますよね。おドラゴンスクリュー足元から崩していきます。これは賢いですね。まずは踏ん張れないようにしようという計算か。腰が重いんでですね、はい、うん、やっぱり下半身からやっぱ崩していきたいというのはありますよね。やっぱ2人ともね、大相撲出身ですもんね。そうなんですよ、もう相撲のね足腰の鍛え方は半端ではないですからね。しこのねやっぱり、はい、おいいですね。巨漢退治は末端からこのセオリー通り田村隼人、だから田村隼人はこういうこともできるのが強いですよね。そうですね、まあ、どうしてもパワーでねこう対抗しようって思ってしまうんですけど、はい、やっぱりこういう冷静な部分もね必要ですからね。昨日聞いたんですけどまだキャリア3年半ぐらいらしいですね。あ、そうなんですか、だから本当にね、本人にも言ったんですけどその昔の高木慎吾選手を彷彿させるというか、彼も本当デビュー当時からふてぶてしくて本当に緊張とはもう無縁でしたから。確かに前の団体とかでもねデビュー当初からかなりふてぶてしかったと聞いてますし、もういきなりチャンピオンにはなっちゃいましたし、はい、デビューした時からアメリカで試合した時はどっちかというと僕の方が緊張してましたシーマ選手でもそういうことあるんですか。いやあの時はやっぱ緊張しましたね、絶対外せなかったんで。あとはでもやっぱ隼人君と慎吾選手が似てるのはやっぱ瞬発系ですね、うん、ロープに走り出す時の第一歩が多分グレートで一番速いんじゃないですかね。おお、これも強烈変形の、まあ、テキサスクローバーとでも言いましょうか、クロスレッグのボストンクラブ。いやこの大きい斉藤純を
これ足持つだけでも大変ですよね。太いですか、はい、長いし太いし、近くで見るとこの足の大きさに驚きます。でもこれはちょっと意外なスタートというか、まだ5分ですけど、ね、バルク側が捕まるんではなくて、バルク側がブラザーズを捕まえてますね。そうですね、斉藤純選手を、ね、ローンバトル、強いています。さあそして今度はこのチェックなんですが、チェックが島谷がどう戦うのか非常に注目です。さあ田村隼人が痛めせた足を狙っていきますが、さすがにチェック島谷の体では斉藤兄弟の一発は応えます。わー高い、まずい、ね、超大技に見えますね。もう今の島谷にとってはそうでしょう。出ましたよ、弟の斉藤麗192、そして138キロという公式記録なんですが、もっとあるという噂もあります。いや、あるでしょこれ、サバを読んでると、うん、138どころじゃないでしょ、はい、となってくるとですよ、多分島谷選手の倍あるということですよ。倍はあるでしょうね、体重が。ただ本当にあとはそのスタミナですよね、うんうん、スタミナではバルクだと思いますので。そうですね、やはりグレートサイドとしてはですね、このベルトを守ってもらうためにも何とかして攻略していきたい。動かせて動かせて斉藤兄弟をスタミナをロスさせていくという作戦もあると思いますが。そうですね、だからこういう今ね、純選手はリング下にいますけど、はい、こういうリングの下に落として上がるだけでも疲れるはずですので。おあ、レイ選手ですね、レイ選手、はい、あとはね、やはり田村隼人選手が一発や二発でもね、この斉藤ブラザーズを投げ捨てることができればインパクトありますよね。インパクトありますし、やはりよく言われているのが巨漢選手は投げられ慣れてないっていうじゃないですか。それは絶対あると思います。自分の体重がね、やっぱり負荷になってしまいますからね。そうですね、投げられた時もね。そんなシチュエーションを作り出すことができるでしょうか。おちょっと打撃はダメージを与えることは難しそうです。おお、怖い怖い、これ逆に怖い。あ、精神的にも揺さぶってきます斉藤麗です。あ、ちょっとね、この兄弟の中でもクレイジーさがあるのはこの弟の麗の方ですね、うん、冒頭のね、吉野さん、超意識でも、はい、いきなり叫んでましたからね、はい、そうですね、サインする時点で叫んでました、ね、はい、珍しいですよね、サインしながら叫ぶっていう、いやでもやっぱり斉藤ブラザーズはやっぱり全てがやっぱ規格外なんで、はい、これはまあ初めて、もちろんね、チェックハヤトも初めてでしょうね。あー、うわー、いいブレインバスター、危ない、よく返した。叩きつけのスピードがですね、いやこれだから、その純選手が司令塔なんですかね、やっぱり。そうですね、お兄ちゃんなんで、なんかそのクレイジーなね、斉藤レイ選手をですね、うまくもう動かして、まとめるとこはこのお兄さんのレイがまとめるという感じでしょうか。さあいいぞ、低空ドロップキック、あー長ロープに振られる、もう一回低空ドロップキック、こういう攻めは有効ですね、はい、むしろこれしかないといった感じです。さあいい形で田村隼人の方につなげられるか、田村隼人が来た。さあ今度は田村がね、ドカンと大きいの、お挑戦者チームに積み上げていって、あー行きますね、足ですね、徹底してますね。さあレイが入ってくる、お危ない、お確かにこのズバッと動くときにはズバッと動くこの動きというのは、うん、高木慎吾選手を放送させるものあると思います、はい、これた、このあバックを取った、やっぱフェイスがいいな、このサイトが、グローブのような手で
おお、これは張り合ったら、ま、どうでしょうね。でもこれ田村隼人も意地がありますね。ああ打ち負けたか。いや打ち返す。やっぱベースボールですね、うん、ベースボール対レッスン、はい、レッスン。田村隼人選手はね、青春時代高校野球に青春を打ち込みました、はい、甲子園も経験しています。あお、ヘッドバット。田村隼人はやっぱこの髪がね、おあいったー。これは変則的なロープはからライダー、ナイス。髪のなびき方がやっぱセクシーですね一度はねあのユニット対抗戦に敗れて髪を失いましたけども、またあれが彼にとってはいい経験になったのかもしれません。そうですね、どん底から這い上がりました。そして今やチャンピオン、そして外敵、全日本の外敵を迎え撃っています。チェックいけるか。いや、いいですね本当に。でもどちらかといえばチャンピオンチームの方がもう積極的に、うん、押してますね。はい、試合を作って、ほら来たー。ああ倒れない、カニバサミが倒れない、カニバサミが倒れない。そこにレイの股間に、ジュンの股間にレイが、これはヘッドバットのような感じになっちゃいましたね、はい、もうジュンなのかレイなのかチンなのか分からないでも間違いなくこれで下半身力入んないですよね、うん、チェックチャンス。チェックフライングクロスボディ、あー、ね、ちょっと下半身力入んないでしょうから、うん、キックアウトも難しくなってると思われます。普段だったら多分今のジュン選手だったら受け止めてたと思うんですけど、ね、はい、やっぱり下半身力が入ってなかったので、ちょっと逃がしに行ってましたね。そうですね、なるほど、うん、ということはチャンピオンチームチャンスですね、間違いなく、うん、だいぶねスタミナも消耗してきてるでしょうからね。これは今ジュンにとってあまり立ち上がりたくないのか。いやー捕まるのはまずい。おお、よく見てた。頭が違うとアピールチェック島谷。いやスタミナがだいぶね切れてるから。その弟が元気か。弟元気ですね。でも斉藤兄弟ブラザーズだいぶ大きく息をするようになってまいりました。さあそこが狙い目になるでしょうか。でも一発がある。おお、さあなんという高いダブルのヒップトス。おさらには何を狙うんだ。嫌な予感しかしない。ああ、やばいやばい、終わってしまうか。ああ、間に合った。必死になってカットです。さあここで田村隼人が斉藤ブラザーズを一人で相手にしていますが、これは多勢に無勢どうにもならない。ああそしてレイが今順位託しました。これはチャンピオンチーム大ピンチ。おでも分断したけど逆に返しましたよ。今でもリング上のチェック島田に体に力が入っていません。そこに順が襲いかかる。いや、おー、ハヤトが行く。そしてチェック、やったチェック、チェック、おカウント2。今の得意のパターンやったのに。うん、惜しいな。言いながらでしたけどね。チェックチャンス。さあチェックつなげられるか。だがそこで純の強烈なスピア、体ごと持っていかれました。チェック島田に今、スタミナが、戻れないか。チャンス、チャンス、リング上ではチェック島田にが孤立。そこにこの怪物性をむき出しにした斉藤レイ。チェック大丈夫か。いやこれ大丈夫じゃない。ちょっと目がね、ええ、うん、ちょっとまともに走ることができません。わーきつい。斉藤ブラザーズに蹂躙されていく。もうリングが動いてしまいそうな、その場でのパワースラム。フィニッシュ宣言。斉藤レイ、ジャンピングボディプレス切りかわした。そこにオクラホマロール。
決まるか。カウント2。15分経過。いや、田村隼人も今場外のレイを抑えるので必死です。チェック。よし、おお、混乱した。どうしよう。よし、決めた。丸め込んだ。チェックもなんとかしよう。いやー、吉田さん、ここに活路を見出してますね、はい、そうですね。丸め込むだけでも大変な斉藤ブラザーズ。おお、うまい。今うまい。足を取らせて。チェックいく。おお、ありがとう。そしてそのままがっちり抑え込んだ。カウント2。いや、今のは効いてるよ。今顔面入りましたよね、うん、もう形じゃない、うん、形じゃない。もういっちゃえ、いっちゃえ。さあ、ここがでもさすが、ね、やっぱチェック島谷すごいスタミナありますね、うん、この状況でまだ動ける。これがさ、さあ、得意な坂。坂無理やろ。理やろ。坂あまずい。坂打てない。坂打てない。バックフリップ。返せるか。お返した。およく返した。まだ今の一撃はきついですね。きついですよ。192cmの落差で体に140kgがのしかかりました。ちょっと場外分断されてますね。あー、ハヤト、ハヤトがいない。まずい、まずい。おお、わー。そしておー、顔に顔に潰された。間に合った、間に合った。これは何とかしないと。大ピンチ。第2代 G インフィニティタッグチャンピオンチーム、これが7度目の防衛戦。奇跡は、奇跡は起こった。倒れない。低空ドロップキック。ラリアット。倒した。田村彩斗が躍動します。いけ。やはりここはバルクオーケストラの不動の4番バッター。田村、ああ、おお、おお、ありがとう。それでも抗う、抗う。田村が抗うが危ない。ファイルドライバー。田村隼人沈黙。最悪の展開です。チェック頑張れ。これはそして斉藤ブラザーズにとっては最高のチャンス。おい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 、何するんですか、何するんですか。ブレインパス。おいおいおい、レイが、レイが危ない。ダイビングボディープレス。これは返せない。The winner is Rei Saito。 なんということか。第2代 G EPT チャンピオンチーム、田村隼人、チェック島谷、7度目の防衛に失敗。そうですね、キャリア初体感ですね。おい、グレート、初のベルトゲットしたぞ。カズ林、カズ林、田中実。なんと、しかも、おーおーおー、なんだ、逆さを抑え込みて目線がいて、ファイナルカット。
ヘッドスタンプ。これは明確な位置表示です。これはもう言ったか、斉藤ブラザーズ、俺たちがグレート最年長コンビ、カズ林と田中実だ。いいか、簡潔に言う、インフィニティのベルトに挑戦させろ。俺たちはこれがインフィニティのベルトに挑戦するのは最後だ。お前たちにとってはな、だから何って思うかもしれないけどな、俺たちは本気なんだよ。簡潔に言う、そのベルトに挑戦させろ。なんだか知らねえが勝手に引退してな。だがおめえら面白えじゃねえか。ジュン、その挑戦受けてやろうぜ。ぶっ倒してやる。うわあ、お前もなんか言ってやれ。このジーンフェネティのベルト、斉藤ブラザーズが永遠に防衛してやるよ。新チャンピオンチームもこれに受けて立つ構えです。さあ、だが吉野正人コミッショナーはどうでしょう。いいですか、いいですか、ちょっと。では両チームタイトルマッチをやるのに異論はない、そういうことでいいですか。わかりました。では7月1日東京ドームシティホールでチャンピオン斉藤潤、斉藤レイ組対田中実、カズ林の G インフィニティタイトルマッチ決定します。コミッショナー認めた。舞台は 7.1 東京ドームシティホール大会です。いやー、シーマさん、シーマ選手の見てる前で2人動きましたよ。いやそうですね、やっぱりこれ本当にあのグレートに50歳っていうのは2人しかいないんですよね、はい、カズさんが最後の挑戦って言ってたんですけど、多分最初で最後の挑戦って言いたかったんじゃないですかね。そうでしょうね、そのぐらいの覚悟で。カズ林はこのリングに、斉藤ブラザーズのいるリングに現れました。いやコミッショナー、はい、タイトルマッチ決まりましたね。そうですね、まあ、もうカズ林選手も最後の挑戦と、はい、最初で最後という意味でしょうね、言ってましたんでね、まあ、その覚悟がね、見えましたからね、はい、多分挑戦したことないと思うんですよね、うん、確かに、うん、まあ、でもやはり運命、グレートはプロレスラーの運命を引き寄せる場所なのか。カズ林もかつては、おう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 、危ない危ない危ない、ああ、やめて、怪我人、怪我人なんだから、肩が、肩が、なんという男たちでしょう。放送席にいるシーマ選手を襲っていきました。さあ、この怪物兄弟タッグチャンピオンチームを勝つ、そしてミノルは止められるでしょうか。リレット UWF ルール、シングルバウトは15分一本勝負で行う。ダブルバウトは20分一本勝負で行う。またタイトルマッチ、トーナメントの決勝戦や大会メインイベントは30分一本勝負で行う。勝敗はギブアップ、タップアウト、 KO、 レフェリーストップ、ドクターストップ、ポイントアウト、 TKO、セコンドによるタオル投入、反則行為、試合放棄、ノーコンテスト、ファイブロストポイント制、極
競技者の持ち点は5ポイント、時間切れの場合はポイント差で勝敗が決まる。ダウンとロープエスケープで1点のロストポイントとなる。相手の攻撃によりダメージを受け、足裏以外がマットについた場合ダウンとみなす。レフェリーの裁量により判断。足裏以外がマットについたグラウンド状態でのキック攻撃は禁止。顔面への小手、ボディへのパンチは有効。ロープエスケープは選手の自己意思によりロープをつかむ、手首、足首をロープ外へ出した場合に認められる。ダウン、ロープエスケープをした際はスタンディングポジションから試合を再開する。反則行為は頭突き、肘打ち、金的、噛みつき、頭髪を引っ張る行為、脊柱、脊髄への攻撃、ヒールホールド、クロスヒールホールド、通常のアンクルホールドは有効技として認められている。拳による顔面への攻撃、前腕部での攻撃は有効。4点ポジションでのあらゆる打撃攻撃、3本以下の指をつかむ行為、ニーパッド、レガースを着用していない場合は膝蹴り、キックによる攻撃は禁止とする。前蹴り、サイドキック、後ろ回し蹴りなど足裏を使った打撃攻撃は有効とする。グラウンド状態で下の選手が蹴り上げる行為、足でプッシュするのは有効とする。ダブルバウトでは試合権利者以外のカットプレー禁止。ダブルバウトではダウン中の状態でのタッチは認められない。反則行為があった場合、レフェリーがカードを提示する。イエロー、注意減点1、レッド減点1、失格。選手のダメージ、レフェリーの裁量により判断。これよりメインイベントを行います。青コーナーより青木真也選手の入場。UWF の最初の頂点に君臨する王者が決まります。まずはその一人目、バカサバイバー伊藤孝則選手の入場です。そしてグレートを背負って、リデット UWF を背負って、伊藤孝則決勝戦の舞台へ。姿を現しました。もうこれ以上は譲れません。グレートのリングで、Gプロレスリングでも、リデット UWF でも、一番グレートするのは自分だと、そう信じています、伊藤孝則です。試合に先立ちまして、チャンピオンベルトの披露並びに写真撮影を行います。さあ、ついにリデット UWF チャンピオンベルトのお披露目です。それでは和田レフェリーを中心に、写真撮影を行いますので、両選手お並びください。まだ誰の腰にも巻かれたことがないチャンピオンベルトです。初代王者になるのは一体どちらか。
1回戦で井槌、準決勝で佐藤光を破った青木真也、ありがとうございました。1回戦で田村壇、準決勝で飯塚優を破った伊藤貴則です。本日のメインイベント、リレット UWF 初代王者決定トーナメント決勝戦、シングルバウト30分一本勝負を行います。青コーナー、180センチ、75キロ。青木真也、世界に届く日本を代表する格闘家、青木真也です。長コーナー、グレート、180センチ、95キロ。伊藤貴則、そしてグレートを背負い、さらなる高みに。そのためには何が何でもベルトが必要です。伊藤貴則です。さあまずは吉野さん、はい、いよいよ決勝戦、はい、リレット UWF の戦いがメインです。はい、このやっぱり初代っていうね、初代というのは大きいですよ。これは大きいですよね。最初に名前が刻まれるわけですよね。そうです、はい、永遠に残る偉業になります。シーマ選手、はい、これはもうやっぱりファイターとしては燃えるシチュエーションですよね。そうですね、今日もあの青木さんと同じ控え室だったんですけど、本当に狙ってる感が、ね、うん、今日はあの話しかけれなかったです。なるほど、うん、それぐらいなんかすごかった。確かに入場してからこのゴンが鳴るまでその厳しい表情を崩すことなくしっかりと集中しています、青木真也。でも伊藤もいい顔してますよね。まあ、伊藤選手と青木選手はですね、昨年12.30 東京ドームシティホール大会で UWF ルールでシングルマッチ、シングルバウトを戦っています。その時は15分時間切れ引き分けということで決着はつきませんでした。なので吉野さん、はい、これがこの舞台が決着戦になるわけですね。そうですね、そこでまた初代のベルトがかかってるんですからね、はい、ドラマですね。ドラマですよ。さあやはり伊藤選手の方は格闘技のベースに打撃があります、空手があります。そしてもちろんこの青木真也はトータルファイター。駆け引きがねやっぱり、寝技に関しては、寝技の技術に関しては、まあ、はっきり言って青木真也が飛び抜けたものを持っているでしょう。けどポイントとなるのはこの伊藤の体重でしょうかね。そうですね、体重差はね結構ありますからね。ですよね、うん、こういうのとかやっぱり多分リング上に立ってみないとわからないと思うんですけど、うん、青木さんがああいう体勢になってたらやっぱ怖いですよね。入っていけないですよね。入ったくないですよ。だから青木真也としては入ってこいと誘ったんですが、うん、伊藤は乗りませんでした、うん、やっぱり前回の4月の後楽園ホールで佐藤選手とやった試合もすごいなんか衝撃でしたからね、はい、肩固めでそのまま落ちてしまったんですね。落ちようとしましたね。佐藤光選手も MMA ファイターとしての、まあね、実績もある中で注目された一戦でしたが、はい、完全に落ちましたもんね、あの時ね。そうですね。で伊藤選手の方はこのリレット UWF の方では、まあ、結構その外敵と戦うシチュエーションというのは過去に多くて、はい、それこそ、ね、最初は翔選手、はい、でその後永田裕二選手、石川修司選手と戦ってきて、はい、まあ、実はどれも勝てていないという苦い思い出があります。そうですね、でもまあ本当にね、お、あ、今ちょっとインローが来ましたかね。ちょっと顔がね、青木選手の顔弱いましたからね。青木にしてはちょっと簡単にもらってるなとは思ったんですが、やはりこの伊藤貴則のキック力、そして体重ですね、シンプルにもらうのは危険です。これがでもね、誘ってるだけかもわからないですか。あでも聞いてる、あえて受け止めているのか、誘うにしてもね、シーンが見えないですね、はい、なんかカウンターとかあるんじゃないですかね。確かにこの青木真也 この戦いのプランというものはね、多分誰にもその頭の中身は
見ることはできませんから、はい、方程式はなさそうですからね、だから伊藤もやっぱ怖いとは思うんですよね、調子よくローが当たっても、やっぱ青木真也が相手だとこれでいいのかな、こう一気に押し切れないところありますよね、踏み込めない怖さは絶対あると思うんですよね、あいいコンビネーション、小手からのローキック、これですね、これ当たりますね、当たりますね、さあダウンを取るか、和田レフリー、和田レフリーダウンを取りました、これで1ロストポイントになります、青木真也、それだけ伊藤選手のこのローが重たいというのもね、まあ、青木真也選手の方はね、1回戦の伊地哲也戦もね、結構伊地選手に肉薄されて危ないシーンがありました、はい、もうここぞという時になったらスパッといきますよね、そこですね、さあコーナーに詰める伊藤です、ここから組んでいく青木に対して近い距離で膝を出していきます、伊藤、伊藤もやっぱりね、先ほどおっしゃった通り、あの旗揚げ戦から、ね、外敵とのメインっていうのが多くてまだ一度も勝ててないですけど、今回もね、このリレット UWF の、 あのトーナメント決勝戦がもう大切な大切な後楽園ホールのメインイベントなんで、はい、やっぱりこれは怖いですね、いや怖いですね、でね、コミカルにやってるように見えてもですね、やっぱあの動きって難しいですよね、できないですよ、はい、体力使いますしね、いつ足取られるか分からないですね、でも伊藤はやっぱり結果が欲しいところだと思いますね、間違いなくそうでしょうね、とにかくこのグレートが立ち上がった当初からですね、自分はリデット UWF でも G プロでもてっぺんを取るんだと、自分が引っ張るんだと言い続けてまいりました、ましてや吉野さん、はい、青木選手から勝ってチャンピオンって言ったらもうそれはもう胸を張っていいですよね、いやもう堂々ともう初代チャンピオンなんていいと思います、はい、まだでも青木さんがね、いつもそのミドルキックとか打つんですけど、そういうのが一度も出てないですよ、そうなんです、なんかやっぱ怖いですよね、それが不気味ですよね、もう思い切りよくハイキックを狙っていきましたが、おお、あーっと2度目のダウンです、3、4、5、6、7、8、これで2つ目のロスポイント、青木の残りポイントは3となりました、まだ伊藤の方はロストポイントがありません、もうこうなったら伊藤は行くしかないですかね、打撃が正解ですかね、いやでもやっぱり一発があるんですね、なかなか踏み込めないというか、あシングルレッグ狙っていきますが、ここは体重差、おーおー、なんとリデット、そのままツームストーン、リバースツームストーンからスープレックスを狙う、あったー、これが落ちんや、リング中央脇固め、これは厳しい、これは厳しい、ちょっと危ないですよ、これはポジション的にはね、はい、あこれはこれ逃げないと、伊藤逃げないと決まります、あロックされた、ガッチリロックされた、これはポジションが厳しい、すぐ動かない、今度は脇固め、伊藤貴則の動きに合わせて青木真也が巧みにサブミッションで相手をコントロールしていきます、さ あここで来ましたね、密着したら来ましたね、これは青木さんの2つのダウン以上のダメージっていうのが今の脇固めとアームロックで、このね4対3 1ポイント差よりも大きい、あここでここで島選手ここでミドル出しましたね、あ腕、あダウン、さすが取り返しが早いですね、立てるのか立てるのか、赤残り3点、いやそんなに UWF のルールとかに詳しくない僕たちにも組み立て方がしっかり分かりますよね、はい、ここでミドル切ってくるかっていう、腕に対してピンポイント、
体に、あーまたこれミドルがね完全にね伊藤の右腕狙いです、右肘狙いです。この展開を待っていた。ダウンだ。立て続けにポイントを奪っていく青木真也。カウント入ってますよ、苦しい。これ伊藤立てないか。あっという間に3ロストポイント、逆転しましたね。いや伊藤はこれはもう耐えどころというか、さあバックに回っていく、3パーホールド。ここから面白いように青木真也が伊藤貴則を追い詰める。これガッチリ入ってるんじゃないですか。これ顎入ってないですね、入ってますね。抜いた、おなんだ、おお、そしてバックに回った、おジャンプ、ダウンだ。これは青木聞いた、青木聞いた、その前のパイルドライバーが止めた。勝者伊藤貴則、逆転。追い詰めて追い詰められた伊藤貴則が最後爆発しました。うわー、青木真也にない部分で追い詰めて勝負していった伊藤、この UWM の戦いの中で認められるパイルドライバー、初代王者、いやー同点かな、高則、まさかさまでしたね。ジャーマンというか、その前のあのパイルドライバーですね、リバースパイルドライバーというか、伊藤高則、シュートストーンでもなかったですね。いやあれまさに吉野さんや椎葉選手の目の前だったんですが、いや青木選手の刺さってましたよね。いやもう僕らも首に爆弾抱えてるんで、ね、もう見るのも恐怖ぐらいのとんでもない技でした。ダメージもそうですが、多分もう青木真也の体しびれてたでしょうね、言うこと聞かなかったでしょう。でダメを押すような最後はジャーマンスープレックス、投げっぱなし。青木さん大丈夫ですか ね、まだ倒れてるんです。まだ立ち上がれません。さあ見事に青木真也を破り、初代リデット UWF チャンピオンとなりました伊藤貴則。かっこいいベルトですね、でかくて迫力があります。やっとこの旗揚げ2周年を目の前にして、伊藤貴則が大きな結果を手にしました。しかもあの青木真也から勝つという素晴らしい勲章を手に入れたのです。いや伊藤が泣いてますよ。ああそうですね、歓喜余ってますね。やはりその UWF スタイルでの戦いのプランだったり狙いだったり技術っていうのはやっぱり見ていて青木選手のうまさっていうのは際立っていたと思います。そうですね、はい、もうあのポイント取り返す時のもう速さ、あっという間に逆転しましたもんね。経験の差というものはありましたけども、まあ、伊藤は伊藤でやっぱり一番自分の強い部分をね、もう惜しげもなく迷いなく青木真也にぶつけていきました。後楽園ホール、俺が伊藤貴則が UWF 初代チャンピオンになったぞ。決勝戦が決まってから毎日毎日今日のこと、このベルトのこと考えて、調子が途中めちゃくちゃ良くて、でもそんな時に怪我して、それでも毎日毎日このベルトを持って今日取ることができました。青木さん、あなたがいてたから俺はここまでできたし、あなたがこのトーナメントに
参戦してくれたからリレット UWF はさらに広まった。そして今日あなたに勝てたことで俺はさらに自信がつきました。ありがとうございました。正直このトーナメントは俺たちグレートリデット UWF の所属選手だけではまだまだ全然盛り上がらんかったと思う。青木さんをはじめ他団体の皆さんが参戦してくれて成り立ってたトーナメントだと思います。でも俺は今日リデット UWF の初代チャンピオンになった。だからこのベルトもリデット UWF もそしてグレートももっと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 広めていきたいと思います。そのためには G プロもリデット UWF も俺がもっと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 盛り上げてもっともっと盛り上げて、それがずっと本部席で試合を見ていたこれ俺がグレートもっと上の段階に持っていきたいと思います。伊藤はまだ気づいてないです、うん、今エプロンサイド道のくプロレスの藤田ジュニア隼人、ちょっと失礼します。グレートなファンの皆様、道のくプロレスから来ました隼人って言います。よろしくお願いします。そしてまあ今日ずっと見てましたけどグレートの試合お疲れ様でした。なんか参戦来場みたいな宣伝がちょっと流れちゃって俺出づれよみたいな感じだったんですけど、この勢いで結構俺もいけてるんでグレートな試合をしたいなって思ってるんで、しかも皆さん知ってるか分かんないですけど俺ガンから復活したんです。しかもそれが7月1日、去年に復帰して7月1日ベルトも取っちゃったんでもう一本欲しいなみたいな感じで思ってるんで、ちょっとムカつくなこいつって思うと思うんですけど試合見たら隼人やべえってなるんで、道のくプロレスの隼人とやりませんか。あんたよ、おい、俺がせっかくチャンピオンになって熱く語ってんのによ、おい、ふざけんなよ、お前。おい、こっちはよ、フラッと来場したぐらいでよ、お前よ、簡単に挑戦なんだよ、お前。こっちはな、トーナメント勝ち上がって、やっとの思いで手に入れてこのベルトなんだよ、お前。あ？お前な、誰がお前のな、そんな挑戦なんかよ、おい、受けてやるよ、この野郎。お前はな、去年7月1日何も思ってねえだろうけどよ、俺はよお前に個人的な恨みもあるしよ、さらにあんたとは打撃でバチバチやり合えるような試合できると思ってるからよ、お前の挑戦リデット UW がさらに広まるために俺の踏み台になってもらうよ。やろうぜ7月1日、東京ドーム市、これやんの決まってんだろ、もうあんたでいいよ、やろうぜ。7月1日、いいんですか？いいと思いますか？ありがとうございます。前日ちょっと道のくプロレスで俺元気かどうかわかんないですけどそのベルト東北に持って帰ります。ああいう邪魔は入ったけど、おい、まあ俺が言いたいのは、まあ当然7月1日
藤田ジュニアとぶっ飛ばして、さらにもっともっとリデット UWF のベルトを広めるし、俺が言いたいことはもっともっとグレートを大きくしたいってことや。Gプロも最高、リデット UWF も最高、俺はまだまだグレートするぜ。そのためにはグレーターズのみんなももっともっとグレードしてくれますよね。全然グレードしてない。もっともっとグレードしてくれますよね。皆さんすいません、ご起立してもらっていいですか。俺はグレートもっともっと上に、このベンチャーのグレートもっともっと上にメジャーの団体を引きずり下ろして、グレートがもっともっと上に上がれるようにグレートしていきたいと思います。グレーターズのみんなもグレートする準備できてますよね。できてますよね。できてますよね。それじゃあみんなで一緒にもっともっとグレードしようね。チャンピオンに休息はありません。新チャンピオン、初代チャンピオンになったその瞬間から新しい戦いが始まるのです。名乗りを上げてきた最初の挑戦者はなんと16プロレスの現東北ジュニアチャンピオン、藤田ジュニア隼人。 7.1 東京ドームシティホール大会での初代リデット UWF 王座、この防衛戦が電撃決定です。さあこれ吉野さん、はい、吉野さんは G プロレスリングのコミッショナーで、はい、グレートのチャンピオンベルトの管理員なんですが、このリデット UWF のベルトも管理されるんですか。僕は違います。僕は G プロのベルト管理なんで。あ、じゃあ、はい、じゃあもう今のは選手当人同士でタイトルマッチが決まってしまったというですね。そういう流れになりますね、はいはい、いやー、シーマ選手、はい、伊藤選手が結果出しましたね。いやそうですね、今あの伊藤のことをね、高典くんでいつもね応援してくれてる男の子がいるんですけど、可愛いなと思って嬉しそうですね。いやでも本当にあの今日初めてね、あの伊藤が結果残して、はい、旗揚げ戦の4月1日ですか、2021年でしたっけ、はい、21年かな、21年の旗揚げ戦の、ドームシティからなんか今までの、その伊藤の成長物語みたいなもんが、あの青木さんとのこの、トーナメント決勝戦、初代チャンピオン決定戦でギュッと詰まったような感じがしましたね。だからの伊藤の涙だったんじゃないですかね。そうですね、もともとはグレートね、この伊藤貴則選手と、まあ、渡辺壮真選手、まあ、若い選手が、ね、名を連ねて旗揚げされて、まあ、2人に、ね、本当未来を託された形だったんですが、どうしても若いということもあって、はい、なかなか結果が出なくて悔しい日々が続いていたと思うんですが、でもくしくもですね、今日渡辺壮真が GX への初挑戦を決めた日に、はい、伊藤貴則がメインで UWF のチャンピオンになるというですね、はい、何かこの2年間の渡辺選手とそして伊藤選手のなんか歩みを証明するかのような、そしてあのその2人を引っ張ってきた、我らがカズ林が、サイトブラザーズのインフィニティに挑戦ですから、ね、今でも初めて気づきましたね。そうですね、はい、伊藤も相馬もカズも全員そういうなんていうんですか、あの物語があの7月1日に向かってつながっていきますね、はい、そうですよ、これが本当に本当にどん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 これから連鎖していくわけですし、まあ、旗揚げ2周年記念大会、7月1日の TGC ホール大会、そこで終わりではなく、はい、そこまでの、ね、2年間はまだ7月1日の旗揚げ、あとはまあ年発の、ね、大きい大会ということがゴールにはなりましたけども、はい、
この8月4日の両国国技館大会という、また大きな山が、いや両国ももちろんそうなんですけど、あれですよね、その伊藤が今チャンピオンになったところですけど、はい、早速あの藤田、はいはいはい、ジュニア隼人さんがもう7月1日で決定です ね、はい、ですね、決定の流れですね、はいはい、あのリゼット UWF チャンピオンベルト管理員はまだちょっと誰かよく分かんないので、うん、でも決定ということで、うん、いやでもね、なんていうんですか、その独特な間のマイクというか、はい、あのグレートにはないこうふわっとした感じの、そうですね、うん、なんか総合格闘技の方で聞くようなこうマイクパフォーマンスに近いかなという印象を受けましたね、はい、非常になんていうんですかね、その人間味あふれるですね、血の通ったねマイクを見せてくれますし、戦いを見せてくれるので、そうですね、でも本当にあの内に秘めてる熱いものというのはすごく感じましたし、はい、伊藤とこれ見たいですね、いやはっきり言ってですね、伊藤貴則にとっては強敵だと思います、はい、あの藤田ジュニア隼人、やっぱりキャリアもありますし、その U の方の試合というのももちろんできられる、ね、そうですね、蹴り技に関しては相当な威力を持ってますし、あの山本キッド則文さん、はい、こう山本キッド則文さんの、まあ、直弟子ということなので、そっちの強さも持っているんで、本当に試練は続きますね。そうですね、選手ね、これ楽しみですね。だからその、リーデット UWF の、タイトルマッチがあって、G レックスがあって、はい、サイトブラザーズのインフィニティがあって、はい、まあ、解散マッチもあって、はい、女子プロレスもあって、はい、さらにメキシカンからね、メキシコからフラミーターたちも、うん、そのまま残りますし、そうですね、かつバンディードとコマンデの気分でね、はい、楽しみです、はい、さあそれではここで、チャンピオンになりました伊藤選手のインタビューをご覧ください。もう来ます、もう来る、俺がリゼット UWF 初代王者だ、伊藤貴則だ。青木さん、リング上で見た通り、あなたのおかげで俺は今日まで毎日このベルトを取るために思い続けて今日まで終わりました。あなたがグレートリゼット UWF のトーナメントに参戦してくれたからこそ、ここまで話題が広まったと思います。そしてあなたが相手だったあなたに勝てたから、俺はさらに強くなりました。本当に感謝してます。ありがとうございました。そして藤田ジュニアへと、もうリレット UWF の次のタイトルマッチが7月1日2周年の大会で行われることはもう決まってるんや、うん、俺はあの舞台でずっと結果を残していない。そんな場所で去年の7月1日、あなたは忘れてないだろうけどね、俺は中黒の表紙を狙ってた、正直。でもあなたの話題が持ちきりでグレートの表紙を取ることができなかった。初の表紙だ、俺はそれをずっと思ってる。それが今回あなたが相手ということでチャンスが出てきた。表紙なんか関係ない、あなたをぶっ倒して、多分打撃が得意でしょ。俺も打撃が得意やから、バチバチな試合でリゼット UWF を広めるための、そして俺の名をリゼット UWF の名を広めるための踏み台になってもらいます。7月1日よろしくお願いします。以上。という初代リゼット UWF チャンピオンになりました伊藤選手のコメントでした。さあということで吉野さん、シーマ選手、はい、もう次は 7.1、はい、東京ドームシティホール大会でございます。もう楽しみすぎます、はいはい、伊藤にはでも両国にベルト持って行ってほしいですね。あ、うん、そうですね、 8.4 両国国技館大会も今日もう発表されました。シーマ選手もね、はい、超人的な回復能力で今復帰に向かってますけども、いやこれはもう両国でも前説行かせていただきますよ、うん、まあ確かにね、両国結構あっという間ですから、はい、前の説で行かせていただきます。下の方で絶好調で行っていただきたいと思います、はい、まあでもね本当に吉野さん、はい、ぜひ
7.1 TDC ホール大会もたくさんの人に見ていただいて、そうですね、やっぱりぜひね会場で見ていただきたいですね、はい、うん、この熱をね、一体感、この選手とお客さんのこの一体感をね感じてほしいですね、はい、まだ今月はね、大阪梅田ステラホールも24日、博多の、福岡西鉄ホールもありますんで、はい、まだ皆さんグレートするチャンスはありますからね、そうですよ、まだねあの生グレートをしたことがないという方はぜひ、うん、一緒に会場でグレートしてください。さあということで、そろそろ後楽園ホールからお別れの時間となってまいりました。ぜひ皆さん今回、まあ、YouTube でグレートされた方もまた次回もグレートしていただきたいと思いますし、お時間があれば会場でグレートしていただきたいと思います、それではお別れとなります、本日の放送席解説は吉野さん、そして椎間選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回も皆さんと一緒にグレートして、していきたいと思いますので、最後椎間選手よろしいでしょうか。はい、今日はねこの日のために私は韓国で眉アートもしてきましたので、ね、7月1日そして8月4日今日の後楽園ホールを経てホップステップジャンプと行けるように、全国のグレーターズ我々と一緒に、みんな一緒にグレートしようぜ。